thank you ということで、いきなり何を <laughs> 流し取るんだと、これですね。はい。えー、これの開封の模様を、えー、ご覧いただきました。あの、本当でしたらね、この、<laughs> ユーストの本番の中で開封してっていうのが美しいんでしょうけども、あの、ムービーの中にも書いておりました通り、やっぱ鳴らし運転、一刻も早くやりたかったので、あの開封は、 午前中にとっと済まして、でも午後はずっと鳴らしっぱなしでした。ということで、なんか、えっ、ー、と、ウェブの情報、ネットの情報によりますと、これやっぱ、軽く100時間を鳴らさないと、本当の音が出ないという話なんで、えっ、ー、と、いずれまたこれ、えー、特集したいと思います。えー、これ、こっちか。これでございます。そして、 えと先週までと若干ち、えー、と見た感じ、それからもしかしたら聞こえてくる音も違ってくるかもしれませんが、これ復活させました。あの机の配置を前回、前々回ぐらいから変えまして、それで、えー、と今までの、ね、このブームスタンドの置き方、非常になんか無理なあの設置の仕方をしてたので、某、 大関たくさんよくあブームスタンドこうやってマイク立ててる人ねみたいなことを言われたこともあるぐらいでございましたがえっ、ー、と部屋のちょっと模様替えをした時にあの割と自然な形で置けることが分かりましたんであのこのマイクに戻して今日からえもう一度やってみようかと思っておりますはいえー、っとソーシャルあのちょっと出だしボリュームちょっと少なく あのー、音量少なめですいませんでしたというのはあれですねあのこれでずっと鳴らしやっていたものであの Mac の本体のボリュームをちょっと絞り目にしていましただから最終の音のアウトプットを小さめになっていたのでそれをいつもの配信のフルボリュームに戻してこうやって多分いつもの通り聞こえてるかと思います ということで、えぇ、ー、すみのりさん、黒ろさん、えぇ、ー、きんさん、え MM2919973、ー、ししょさん。はい、ありがとうございます。そして、えー、エーデン・キララさん、ありがとうございます。えー、WBS サトチュさん、こんばんは。はい、予告通りありがとうございます。よろしくお願いいたします。えぇ、ー、DK カーチさんは、あ、サッタロベストギアのユースト。ね。 <laughs> えー、こちらも最後までご覧いただければ幸いでございます。ゆーぽぽさん、えー、こんばんは、大会の話ですね。そうですね。えっと、大会の話と、えー、本来今日やるはずだったネタ、まあ、今日2本立てで、えー、お届けをいたします。えー、ザカさんは <laughs>、えー、ただいまパソコン集中のた、えー、作業中のため iPhone からということで、よろしくお願いいたします。 えっと、えー、もはなれにちさんこんばんはです。金馬さん、いきなりなんのということで。えー、すみのりさん、そうです。あの、2倍速ぐらいにしてみました。えっ、ー、と、1倍速だと大体6、7分になるんで、まあ、3分ぐらいで収められたらいいかなということで、200、2倍から2.5倍ぐらいで収めております。えー、でんさんこんばんはです。よろしくお願いいたします。あいりんさんこんばんはです。 はい、えーカランクスさんこんばんはんでございます。はい、Z1000 でございます。ちょっと外してみます。えっ、ー、と、これですね。スタジオユース。ということで、えー、近鉄沿線にもソニーという駅がありますということで。えっ、ー、と、まあ、スタジオユースって言いますけども、そんなに、あのー、固く考えることは、ないかなと思います。 あのソニーのという話をやりだすと長くなるんでまたの機会にしますねあの。ヘッドホン関係のうんちくえ今日まだソーシャルにはいらっしゃってないですがあの別のメーカーの多分これと実売同じぐらいの値段のヘッドホンを買われて買われてあの満足されている方が若干1名いらっしゃいますので、えー、ヘッドホン話はまたいずれということで。 多分ブラタッチの方で何回やると思いますちなみにスタジオユースまあソニーのえー、いわゆるあのー、そうですねこのソーシャルの面々で言いますとあのムカイアクラブとかね見てますとあのよくスタジオミュージシャンムカイアさんとかスタジオミュージシャンの方がしてるヘッドホンっていうのがソニーの CD900SD だったかなっていうあれがまあ あのモニター、スタジオユース、モニター用の王道と言われるやつですけども、それの流れを受けつつも、リスニング用ともちょっとえできるようにって考えられているのが、この Z 線という機種でございます。えっ、ー、と、黒白さんただ、えー、ただいま着席ですね。ありがとうございます。はい、オーシャーロンの話も出てきますよ。で、えー、ひねり2一1さんこんばんはです。よろしくお願いいたします。 <laughs> STI プロジェクトさん、プロえー、千きや、<laughs> そうですね、メロンが入ってそうな、あるいは何でしょうあのウイスキーのなんかあの、ボトルかなんかが <laughs> 出てきそうな、あるいはハムかなんか入ってきそうなコンポでしたけども、はい。えー、そうですね、師匠さん、新型ヘッドホンでの初運用、そうですね、初運用というよりはどちらかというと、これ、鳴らし運転を兼ねております。というのは、これ、かなり、 ごついですよで、えー、私こうやって人前に出る時は大体このこれがお約束でございますのでかぶれる帽子が限られてまいりますこのオーバーヘンドタイプだとだから多分今年いっぱいは鳴らしあのエイジングを兼ねて、えー、ずっとこれでやりますけども多分来年になったら今まで使ってたあのステレオイヤホンに戻すと思います はい、えー、面白い開拓式ありがとうございます。えー、豊富なジャック類、さすがソニーということでそう、ケーブルが2本あるんですね。で、えー、それぞれ、で、こっちか。この、えー、ジャックも実はねじ込む、差し込むだけじゃなくて、ねじで止められるというあたり、そこら辺がなんか、スタジオユースといいますか、ヘビーデューティーをちょっと考えられてるというところですね。はい。えー、鳴らし運転100時間は必要だと もっと多く200、300とか、まあ、言い出すきりがないもう本当にこのオーディオ、音の世界っていうのはもう個人差、えー、意見、感性、好みその他諸々個人差がありますの世界なんでやりづらいですね <laughs> 本当に人によって差が出てまいりますエパノスパーさんありがとうございますよろしくお願いしますはい そうですね、エイジングというか劣化安定というか、うんまあ、その辺はいろいろと呼び名があると思います。で、えー、ザカさん、えー、ありがとうございます。鳴らしが必要。そうですね。まあ、あのー、ものによると思います。あの結構しっかりあ車でも鳴らし運転とかいう言い方もありますし多分機械物なんでもそうだと思います。本当は鳴らしっていう期間はある程度必要で。 えある程度になってきたら性能が安定してくるっていうただこれは人の感性に関わるもんなので本当に鳴らしの期間ってどんだけ取らなきゃっていうのは本当に人それぞれだと思いますで師匠さん確かにスピーカーでも100から200時間ほど鳴らす音が安定する、うん、そのあたりですねはい大会の話 <laughs>、えー、マックンさんありがとうございますさらなるスタジオリニューアルですね やっぱこのマイクいいですね。で、雑音が入りづらいっていうの分かります。前回までピンマイク使ってたんですけど、結構あの、エアコンの音とか、雑音結構拾ってたと思うんですけど、これだ,だと割と、あの、やっぱ指向性が強いので、この、よいしょ。口元にちゃんと、あの、頭向けてやるとかなり、 声もしっかり入るし、まあ逆に周りの音はそんなに拾ってないのかなって感じがします。ただ、移動が、こうしてしまうとほ,ほとんど声が入らないということになってしまうので、ちょっと不便かなというところはあります。えー、っと、あ、駅じゃないんですね。ソニー高原。了解です。えー、あ、キシリトールさん。あ、こんばんはです。よろしくお願いいたします。はい。 えー、オーシャーロンの話ですね。えー、いろいろ話題が出ております。あ、来ました。ゼンハイザー HD650 をお使いのプラレレさん、こんばんはでございます。えー、私、えー、結局、なんだかんだ言って、えー、基本的にソニーが好きな、えー、人なんで、ソニーの Z1000 を買ってしまいました。え、ちでじさんは別の場所で待機中でございます。あー、師匠さん、なるほど。イヤホンは、 耳の穴に汗が流れ込むのでダメ。なるほど。はい。ですね。えー、かのユースト配信者の方々 F 社ですね。フォステックスですね。別に隠さなくていいですね。<laughs> あの、フォステックスの、えー、ヘッドホンだったり、いろんな機械を使ってらっしゃる方が多いようですが、私は結構、えー、基本的にソニーが好きな人でございます。えー、っと、 PA マネージャー T さんでいいんで、よろしいんですかね。ありがとうございます。はじめましてですね。はい、ありがとうございます。音の世界奥が深いですよね。あ、PA やられてる方じゃあ、なおさら痛感されてると思いますね。本当にもう、音の世界こだわり出したらキリがない。で、まあ、こういう、あのー、一人でやってる配信ワン、あのー、全てオールインワンで終わるようなセットであれば全然簡単な話なんですけど、 いろんな、あの、ちゃんとタックを置いて、マイク何本もつなぎ、楽器もつなぎ、やっあの、っていうような話、なおかつ会場が毎回変わるとかなると、かなり大変な話になってくる、毎回毎回が勝負になってくるのかなという、そんな世界だとご推察いたします。はい。よろしくお願いいたします。えっ、ー、と、エーデン・キララさん、近江鉄道の京王ステッカー電車はまだ見てません。残念ながら。 金馬、はいえー、さんはホステークスはミニミキサーを輸出用に買いましたといいのを持ってらっしゃるじゃないですか羨ましいです、えー、常磐特会さんこんばんはありがとうございます、えー、放送終了後で書き込み乗車ということで、えー、こちらはまだまだ出発準備中というところでございますねはい師匠、えー、さんヘッドホンは JVC ビクター派ですやっぱこの辺もいろいろありますあのー プラレルさ全、ね、犯罪やってみたらいいじゃんっていう方もいらっしゃるしあの私のように結構頑固にソニーを使ってる人もただソニーでもやっぱいろいろ派閥というか系統がありましてあのソニーって基本的にあのキンキンキラキラ系の音を出したがるかこういうモニター系の割とそっけないんだけど逆に言えばちゃんと素直にあのー。 音源の中に入ってる音をちゃんと出してくれるっていう系統があったりといろいろあって選びごたえのあるソニーなんですけどもまああといろいろさっきの JVC ビクターしかりそれからオーディオテクニカとかいろいろメーカーありますんでねあと海外のメーカーもありますんでいはいえー、これ ね、さっきのパッケージの根本の中に入ってたプレミアムヘッドホンガイド結構たくさん入ってましたねもうこれこんだけ一覧表見せた方がいいかないいやここで時間取ってもしょうがない <laughs> あのー、本当に 覚えてないぐらい知らないメーカーもたくさんありますんでねはいはいえー、これは0円でございますえー、うぽぽさん以前私が勤めていた会社のスタジオ Y 社でもソニーまあ、やっぱソニー多いですよねはいということで、えー、今日はいろいろとお話をしていたいところではありますが塩さんは JBL あ、なるほどねはい キンバさんは以前ソニーで今は JVC ということで。はい。ではでは、いろいろとお話も尽きないところではございますが、まずは、あのー、旬のネタいきたいと思います。デデンと。はい。ダイヤ回数を切る。で、その前に、 えっと、年内の配信予定変更についてのお知らせでございます。まず、業務連絡であります。ごめんなさい。また追加配信いたします。<laughs> というのは、あの、これからやるあの、ダイヤ回線のネタが割り込みで入ってしまったのと、あと、関西完全制覇はどうしても、私の思いとして再、えー、今年中にやっちゃいたいんです。なので、 今日は、この後の JR ダイヤ改正ネタと、あの、関西完全制覇シリーズの吉野線、近鉄吉野線、これを行きたいと思っております。で、じゃあ今日やる予定だったら残りの路線どうすんのって話で行きますと、こうなります。21日水曜日23時から。で、えー、もうちょっと、もっとわかりやすく言いますと、 あのー、今、ソーシャルにいらっしゃるプラレールさん、えー、プラレールさんがやられている配信、プラレールダダモレール、これが多分23時頃には終わるんじゃないかなという予想のもとに、というか、まあ、普段はそれぐらいの時間でだいたい終了されるので、そのプラレールさんの配信の続行運転ということで、残りやらせていただきます。誠、まあ、に申し訳ないです。ということで、 今日を含めて年内あと5回ございます <laughs>。あの、誠、まあ、にもうすいませんねという感じなんですけど、まあ、ちょっとあの、こうやって焦ってる理由をちょっとだけ言っておきますと、実はもう来年度の、えー、オープニングと、あと、その他このプレゼンの壁紙とかあるイメージの画像とか全部、 来年度の作っっちゃったんですよもうでそれの公開をやっぱ2000来年の一発目でやりたいんですでその,あのモチーフにしたネタっていうのが実は京都編の中に結構入ってますので何としてもこれは2011年中には終わらせたいという意思のもとにすいません、えーあのー 今月、今日含めたあと5回やらせていただきますので、あのー、付き合える範囲でぜひあの、全部来いとは言いません、あのー、特に来週の土曜日、日付見て,いただ見ていただければ分かるように、12月24日、クリスマスイブでございます。あのこの日、あのクリスマス業務でお忙しい方、結構いらっしゃると思いますので、 あと29、30、ほ本当年末ですから、あの、本当に可能な範囲で、お気軽にお越しいただければと思っております。ということで、まずは、日程追加の、追加公演のお知らせでございました。ということで、改めまして、このネタに参ります。ででん。鉄道談話クラブ、緊急企画。 2012JR ダイヤ改正を切る切るじゃないんですね。切るみたいな <laughs> まあ切れる、あのー。切れるほどそんなに私豊富な鉄知識は持っておりませんので、むしろそれは今ソーシャルストリームにいらっしゃる皆様の方がそれぞれ一家語お持ちだと思いますので、そこはソーシャルの力に頼りつつ、 え進めていきたいと思っておりますで。ちょっとその前にですね、もうソーシャルが言いだけ流れたので、ちょっと先に読ませていただきます。えー、っと、そうですね、JR には3月にダイヤ改正をするより、10月にダイヤ改正をするのが好きな会社が一つだけあります。ありますね。 えっと、アーサーエットさん、こんばんはんです。はい、よろしくお願いいたします。えっ、ー、と、キンバーさんは来週一度。あ、そうですね。昨日のリベンジですよね。はい。はい、すいません。元写真部の時間を拝借。えー、プラレールさんの続行運転やらせていただきます。あのー、プラレールさん、もしプラン、すでに、えー、っと、もう来週何やるか決まってるんでしたら、ぜひそれでお願いしたいです。あのー、 こちらのことは別にお構いなく進めていただければと思いますあの。もし現時点でノープランでしたら近鉄特集楽しみにしております。あ、そっか、金ンさんの予定が <laughs> そうですね。はい、2週連続で2回になります。スケジュールびっちりです。怒涛の鉄断攻め。<laughs> ね、えー、そういうプレーではありませんので、はい、安心して、えー、来ていただければと思います。25、30は東京と。 えっと、トレイムさん、ダイヤ改正ネタ。あ、そうか。やっぱ貨物がありますからね。トレイムさん。うん、ぜひぜひ。よろしく、えー、楽しみにしております。あ、常磐特快さん。日立市揺れを感じました。大丈夫でしょうかあのー、震度。はい。えー、カランクスさん。え <laughs>、年忘れ、今年の手伝あの、多分、年忘れする暇なく、とにかく用意したネタを今年中にやって、 多分年忘れあるいは今年を振り返るネタは来年一発目でやろうと思っておりますはい <laughs> 29から3時は24時間いやいやいやそんなんやりません23時間を2回になりますはいえー、ザカさんそうですね大イ回数いろいろ出ましたじゃあその辺はこの後お話をしていきますえっ、ー、と師匠さんえっ、ー、と2829 えっとね、2930の2夜連続でございます。えっ、ー、と、さくら238さん、はい、えー、タッ、なんだよタッチタン、こんばんは、こばわ、はい、こばはよろしくお願いいたします。えー、d 1 8さん、21は夜勤で見られず、24は名古屋遠征なので、宿泊先のホテルから、あの、本当に、あの、アーカイブも毎回ちゃんと撮っておりますので、ぜひ皆様のご都合に合わせて、 ご覧いただければ幸いでございます <laughs> しばらくやらないでいると勘が鈍ってしまってという <laughs> まあまあそれはありますで私も1ヶ月開けた時の明けの一発目はやっぱり緊張したもんでございますさあ、えー、関西弁の放送してほしい検討しておきましょうでは改めてこちらネタいきましょう えっと、ダイヤ改正日、3月17日の土曜日でございます。で、えー、今日の、えー、っと、ダイヤ改正に関するお話ですが、この順序で進めていこうかと思っております。まず、JR 他社、他社というか、まあ、あの、お膝元が西日本なので、それ以外の会社という、はい、そういう意味合いでございます。あの、トピックス程度にとどめます。 この辺は。で、その辺、さらっと眺めた後に JR 西日本。まあ、この順番で進めていきますということで、まずは周りから攻めるという感じでいきたいと思います。はい、まず、JR 他社。<laughs> この言い方もどうだろという感じもしますが、すいません、あの、私が関西在住なので、え今回の情報は関西。 中止、まあ、関西ネタ、JR 西ネタが中心になります。でそれ以外の JR に関して、深い考察と、えー、ご消耗の方は、都度ネタ振りをしますので、ご指名された皆様よろしくお願いいたします。<laughs> はい、まずは JR 九州。ま、なんといっても九州新幹線ですよね、まずは。 でえー、九州新幹線、あのー、新大阪直通の桜水ほが増えますよという話もありますがそれは後ほど JR 西の方で、えー、触れることにしまして九州新幹線の中だけで言いますと,、えー、っと博多、熊本間で1分熊本、鹿児島、地方間で2分短縮と。これはあのー水を とか、あのー、速達版の桜の話だと思いますがでその心は何っていう話ですねでこれ私答え知りませんただあのー、熊本鹿児島中央間が2分短縮の一つの要因は多分新八代じゃないかなと思ってますあの新八代駅あのー、ね久しく工事と言いますか やってたたのをご記憶乗られた方はご存知だと思いますし私も、えー、乗って乗った時去年、えー、今年の4月ですね乗車した時に、えー、と新八代通過なんですけれども徐行運転をして通過をしたということがありました多分その辺じゃないかなと思いますあのフルスピードで通過できるように新八代通過できるようになったというところで まとはその他の要因あるのかもしれませんけども2分短縮と1分、えー、博多熊本間の1分短縮すいません、えー、原因分かりませんで、えー、次に目がついたのが大分駅あの絶賛、えー、立体化工事中ということで今までべかつて別府に乗り入れていた由布とか湯布院の森だったかなその辺が 大分止まりになっちゃってという話があったかと思いますがその中の一部が別府まで確か乗り入れるようになったようですで、えー、それだけじゃなくてあのー、確かえっ、ー、と日輪とソニックそれの接続基本的には大分なんですけども一部が別府で行われていたものがすべ、えー、て大分接続に統一されると。 というところではいこの辺大分周りの突起の利便性が向上というか回復というか若干の変動があるというところがございますでもう一つちょっとびっくりしました 817K にロングシート車が登場ちょっとこれ軽くびっくりしました えと2両編成の2000番台が6両、六、えー、編成だから12両。3両編成が3000番台で5編成なので15両、計27両。これが、えっ、ー、と、福北豊川線ですね。あちらの方に投入されて運用されるようでございます。ということで、 えこれ以上深いツッコミに関しては、まあ、サイコンさんと書いてますが、えプラレールさん、えー、九州の鉄道ユースのお二方に細かいところの考察等はお任せをいたしますのでよろしくお願いいたします。サイコンさんまだ来てませんけどね、多分。はい。次。あのー、 一通り流しますねちょっとソーシャル若干流れてますけども、JR 四国。あの、これ、今回のプレスリリース見て初めてと言いますか、知ったんですけど、多度津を通過する南風があったんだと。<laughs> すいませんね、あの、世間知らないもんで。と言いますか、あの、私、前もお話ししたと思いますが、えー、と、両親の実家が高知県でございまして、え高知に帰るとき、 あのやっぱ鉄道となりますと,、えー、っとどうしても右行連絡線通って高松高松から土産線の急行たまに特急それに乗り換えてとなると多度津って必ず止まるもんだと思ってました私それが今回のプレスリリース見てますと今まで6本通過していた多度津を、えー、止めて全部南風は多度津止まるようにしますと。 いうふうに書いてあったので、ちょっと軽く驚いたというのが1点目。次。土産線特急の早朝増強と組み替えということで、まあ、組み替えっていうのは、平結つ相手を組み替えるとかいうところで、若干手が入っている。それから、あの早朝の、えー、っと、久保川からかな ?1 本、増発をされて、えー、と、 確か何分につながるやつかな増発をされて、より朝5時台出発の特急が増発をされるというところと、うずしのこの力入ってますねっていうのは、速達化というよりは、お客さんを貪欲に拾っていこうという、停車駅増やして、ちょっと速達性落としてでも、お客さんを拾っていきましょうという。 ところでで、まあ、本数も多いですからね、えー、力入ってるなというところでありまして、えー、その他、牟岐線の、えー、に関しては特急剣さんが減便されたりホームライナーが減便されたりあと徳島線、えー、と夕方の各駅停車の区間延長があったりとかいうところでいろいろと細々と修正が入っているようにあります、まあ、どっちにしても予算線もそうかな。 朝の一本追加特急1本追加という形で早朝の便を充実させてで通勤通学にも使ってもらおうで本誌連絡にも役立てようということのようでございますでこれ以上深いネタに関しては今ソーシャルにいらっしゃる黒帯さんにぜひ お願いをしたいと思っておりますのでよろしくお願いいたしますもう一個いっちゃおうかなはい JR 東海あのー、私 JR 東海、まあ、JR 東海でダイヤ改正といえばやっぱり新幹線なんでしょうけども、まあ、細かいネタで言いますとえっ、ー、と確かワンマン運転の区間が増えるとか 中央線、中央再線が増発されるとかいろいろあるんですけども、一番私が食いついたのがこのネタです。ドン朝霧が MSE ですと <laughs> これです。えっ、ー、と、朝霧、ね、あの新宿から、小田急の新宿から、松田経由で、御殿場線経由で沼津まで乗り入れていた、乗り入れている特急ですけども、 えっと、すでに明らかになっていたのが、JR 東海持ちの371系ですよね。あれが退役をする、ということは明らかになってました。じゃあ、朝霧どうなんのっていう肝心の話が、まあ、伝わってこないままここに至ったわけなんですが、まあ、ファイナルアンサーとしては、朝霧全車両、えー、っと、小田急側の2万系、 2万型ですね。2万型でしたっけあれも退役。代わりになんと MSE6 万型が登場する。そんなに本数ありましたっけっていう、ちょっとまあ、まずはそれが素直な印象でした。あの、メトロ箱、えっと、ね、東京、あ、千代田線、メトロの千代田線乗り入れの特急で手いっぱいじゃないのと思ってたんですが、意外とこういうところにも回す。 な確かあのー、追加で新車も入るのかなということで朝霧に関しては6万型 MSE で運用されるとでえー、とあと行き先が沼津まで行っていたものが御殿場止まりになりますさらには、えー、小田急内の停車駅に若干見直しが入りましてえー、と新百合ヶ丘に止まる 町田通過する相模大野泊まるそれから秦野に泊まるということで停車駅が組み替え停車駅の見直しが行われるで漢字の本数ですけども平日が1往復減って3往復で休日に関しては従来通り4往復ということでまあ御殿場ドルマりっていうのは私個人的には予想しておりました 小田急はね、あの御殿場までの高速バスも走らせてますしまあ、そのバスのことさえだけ考えれば別に朝霧なくたってっていうのもあるんですけど私が昔、えー、横浜に住んでいてえっ、ー、と、長期出張で御殿場に詰めていた時期がありましてその時朝霧使ってたんですけどその実感から言っても結構御殿場から の利用はは少なくはなくいんですバス乗る人もいますけどもこの朝霧で行き来する人もそれなりに多いということでまあまあこれは現実的な線かなというふうに私個人は思っておりますあともう一つ、まあ、これは新幹線の話ですねえー、っと300系がいなくなってしまって700および N700 に 投稿、えーあのー、されるということで、多分筋を立てられる余地ができたんでしょう。あの,のぞみの最高速列車、えーと、2時間33分でしたっけね。はいえー、この列車が増えておりますと。とだいたい半分近くは、この2時間3三4分で走る筋になっていますということで。 だけですごめんなさい。これぐらいです。JR 東海で、まあ、個人的に興味を引いた項目というのは大体この 2, 2つぐらいでございます。一気にいっちゃいましょう。JR 東日本。ま,あ、まずは、e、E5 系。あの、私、頭固いもんで、E5 系が増備されるってことは、はやぶさ増発されるんじゃないのと思ってたら、どうやらそうではないと。むしろ、 颯やまびこナスのまんべんなくといいますかどの瓶、えー、にもいい語形が入っていくということのようでございますで那須、えー、のっていうのが一番いわゆる小玉に近い存在っていうのかな那須塩原までのやつだったと記憶しておりますが記憶しておりますがっていう言い方がすごいですね 言われながら。で、言いごけが入るってことは、グランクラスが当然ついてまいります。なすのでグランクラスどうすんのってふっと思って、改めてプレスリリース読み直してみたら、ちゃんと書いてありました。えっ、ー、と、まず、なすののグランクラスには、社内サービスございません。当然、アテンダントさんいらっしゃいません。 じゃ締め切りってわけじゃなくてちゃんと座れるんですけども一切サービスなしとただしあのグランクラスって、えー、とグリーン料金に5000円上乗せという非常にお大事な料金設定になっておりますがその上乗せ額を若干引かせていただきますということであの普通のグランクラスよりも2000円上積み額は減っている確か3000円上積みかなグリーン車にということで まなので、とりあえず、グランクラス乗ってみたいと、あのー、いう方には、お試し乗車には、あのこのなすののグランクラスいいんじゃないかなという気もいたします。フット予約して車内入ってみたら乗ってたのは鉄ばっかりだったとか <laughs> いう事態がなんか出てきそうな気もいたしますが、まあ、それは、まあ、さておきまして、次。 はい、えっと、e、E4 系。えっとですね。これちょっといろいろ、E4 系は上越千人って書いちゃってますが、要は E5 系が東北筋に入ります。それによって E4 系、あの、ックスのあれですね。8両編成のやつ。2階建てのやつですね。あれが玉突きで追い出されます。 でこれによって何が良くなるかと言いますと E4 系が玉付きなんじゃない、e、えー、っと、違う。えー、まず E5 系が投入される。そうすると E2 系が、えー、今まで E4 系に使われていた翼との並結やまびこ。あれに進出してまいります。そうすると、あのー、やまびこプラス翼が 今までと最高スピードが240キロだったものが275キロに上がります。ということで、翼のスピードアップができます。という話が実は、えー、ちょっとこれ、スライドの中に入れてませんでしたがございます。で、じゃあ、あの、突き出された E4 系、突き出されるかどうかわかんないですけども、E4 系の運用が東北新幹線で減りますので、その分が上越へどうやら回るっぽい。 でそれによって E1 系が使われていたところに E4 系が入って定員等々が増えるいわゆる収容力朝の収容力列車に使われるということのようでありますただ上越1000人って書いちゃってますけどそれはちょっとすいません定かではありませんそして、はいえー、常磐特急ですね E657 が 本格デビューをいた,、えー、デビューをいたしますとで、えー、この E657 をどういうふうに運用するのっていろいろとあの運用マニアの皆様いろいろと読まれてたと思うんですけど、えー、とどうやらスーパー日たちとフレッシュ日たちの両方に入るどっちかというとスーパー日たちに入る率が高いとっていうことで でそうなると、えー、っと、651と、あと E653 だったっけいやスーパーフレッシュの既存車種、これがどうなるのっていう話がまた <laughs> 違った形の予測が今後、転廃とか車両更新、あるいは廃車の予測がまた違う展開になってくるのかなって気がいたします。そして、 ちょっと後ろ向きな話。えっ、ー、と、草津、赤城これが、えっ、ー、と、減便という,いうよりは、減車ですね。今まで途中から増結して14両で走っていたものが7両で行くようになりますとかいう話。まあ、これはまあ、あってもしょうがないかなと思ってたんですが、なんと、成田エクスプレス。ここに、減、まあ、便と言っていいのか、減車と言っていいのか、あ要は、 えっと東京から横浜あるいは新宿へ行く便が減ります5往復ぐらい減るのかなで、えー、1編成、えー、っと2編成並結で走っていたところが1編成単独で走る列車が増えますよということのようでございますで、まあ、あと細かい話 えー、上げるとまたきりがないんですけど例えば E233 の3000万台これが湘南口に今増殖中でございましてもういよいよ来年のそう遠くない時期に211系が消えてしまいますという話であったりえー、と あと、武蔵野線に吉川南、美しい南と書いて、南と読ませる、吉川南駅が新設であったり、あとは、もうほんと細かい話で、湘南新宿ラインに残っていた10連のうち上下1本、これが15両になる。これで全部15両になるんですかね。まだ10両で走ってるものは残るんでしょうか。え、それとか、あ、そんなもんですかね。はい、それぐらいだと思います。 JR 北海道、あのこれ、大きな変更がないっていうよりは、えっ、ー、と、オープニングの方で、確かもはななねいちさんがおっしゃってた、ダイヤ改正の時期が違うってことじゃないかなと思います。プレスリリースも全く出てませんでしたので、多分北海道に関しては、この3月での変更は、まあ、微修正ぐらいはあるかもしれませんけど、ないものと思われますと。 では、ここからはというところで、一旦画面を戻します。結構ソーシャル進んじゃったので、あ、流れちゃって読めない方も出てきてるので、どこからだえー、っと、えっと、えっと。 ちょっとあのー、多分九州あたりのネタすいませんソーシャル流れちゃって読めないかもしれませんがちょっとお待ちくださいねああダメですねあーしまったねユースツイート上げとけばよかったなじゃあひとまずああでもこれネタ的には東日本ぐらいしかカバーできてないや えー、急ぎへ、えー、行きます。とりあえず今見えてる分だけ。えー、RSE いよいよさよならですということですね。えー、朝霧号の沼津御殿場間の運転取りやめ。そうですね。はい。えー、MSE 朝霧には車班を乗り込むんでしょうかというところで、クエスチョンが出ておりますが、どうなんでしょう。そうですね。はい。JRC、えー、東海は新車入れませんということで、 うん、確か、増備されると思います、MSE は。そうですね、2万系の引退はサプライズでしたと。はい。えー、っと、DK カーチさんから JR 東海ネタ補足いただきました。えー、っと、在来線の名古屋口に313系4次社が、4次社が順次投入されて、玉突き店配で飯田線に313系の3000と213系の5000番台が転用されると。いうことですね。 はいなるほどあるツイートで引き続き d k k a ツさん沼津から見ると新宿へ移動するのに朝霧の選択肢はありえないなるほどねなるほどはいナスのグランクラスが一番贅沢かもとそうですね E5 系って別に早ヤぶさ1000人で入れるというわけじゃなくて えーと東北新幹線の E2 系全体を置き換えていくという流れになりますので、まあ、まあ、勝手に早草だけに行くんでしょと思ってたのがあれだったという話なんですけどね。うん、なすのに E5 サプライズかもしれない。なすののグランクラスは椅子だけ。まあそうですね。はい。 ね、E653、うん、動き出てきますねそう E653 に関しては新潟とかやっぱ北行くんじゃないか新潟であったりやっぱどうしても北の方特にやっぱ今485の溜まり場になってる新潟あたりに行くんじゃないかなって説が一番強力のようですねはい E2333000 万台はああ町田の あ、田町ですね。田町の211置き換えで、来年5月までということですね。あー、そっか。アイリンさん。殺傷戦殿下の全面,面開業が10月なので、北海道の次回の改正は10月になるんじゃないかと。なるほど。ですね。はい。ちょっとユースツイートで。すいません。あのー、配信の流れ止めちゃって申し訳ないんですけど、ちょっとユースツイートで。 抜けた分取れないだろうか。よいしょ。えー、っと。あの、このマイクにするとキーボード叩く音とか、その辺もあんま入らなくなっていいんじゃないかなと思いますが、いかがでございましょう。はい。えー、っと、ちょっとユースツイートで、なんとか、追っかけてみたいと思いますと。あ、関西弁でするとたメ口になっちゃうので、 難しいんですよね。うん。ね <laughs> あの、私は結構意図して標準語で今、標準語モードで喋っております。はい。えー、九州は斎場さんがされるでしょう。で、あー、なるほど。プラレールさん。博多から運転所間の徐行が解除。あ、なるほどね。そういうことか。で、えー、新八代の工事が落ち着いた結果がマイナス2分と。 やっぱその辺ですかね817のロングシート私も気になります。乗ってみたいです。で、ユフ2往復とユフインの森1往復が別府乗り入れ再開と。あー、なるほど。別府止まりの特急群は実は2つ先の亀川まで改装しているので、その辺りの走行距離を、まあ、縮めたかったということ。あなるほどね。なるほど、なるほど。 えっと、福岡豊線も乗客が、そうですね、増えたらしいですね。はい。で、四国の話と、うん、殺傷性年間6月、10月、どっちでしょう。多度するンプ少数ではあると。桶 <laughs> 藩には来再来年に宇治線に久しぶりの新車が入りますと。ああなるほど、塩さん。あえっ、ー、と、福岡豊線の博多口は、 普段からかなり混雑しているので、ロングシート車とには妥当じゃないかと。うずしは止まりすぎ。で、そうすると、ああ、徳島高松間の高速バス、やっぱ、あのー、ポイントトゥーポイント、シティストゥーシティで考えると、ちょっと競争力はどうなのよって話は確かにありますね。これで大体追いつけたかな。追いつきましたね。はい。 えっと、あ、まだあった。ちょっと抜けてるところがありました。JR 東日本で。うん、そうですね。と一人で納得してどうする。トレイムさん。えっ、ー、と、E2 系が翼との並結とも、並結も担当することになるから、E4 系の役目も薄くなるでしょう。多分、 最終的には全部 E5 で揃えるんでしょうね、東北筋は。で、翔、えー、さん、もしかすると東、えー、北陸新幹線開通後の E2 転用を見越しての事前投入かもしれませんと。それもありますね。JR 西持ちの車両は E2 になるんでしょうかね。<laughs> まあ、それも開通しないうちから言ってもしょうがないですけども。E657 はプラレール化されると予想。それは絶対ありますね。 あーなるほどねそっか成田エクスプレスヘった背景の一つとしては金八さん羽田国際化が影響あるかもしれませんそれとね <laughs> 2012年10月 JR 北海道のダイヤ改正の概要が出たらここで軽く解説してほしいと <laughs> そ,それまでにぜひ北海道の方でどなたか鉄道を ニュースとやっていただけませんでしょうかというお願いをしておきます <laughs>。はい。ということで、そう言ってる間にもめあの、目先のソーシャルが流れてしまっていますが、あそうですね、四国、m m 2 9 1 9 9 7三そういえばフリー,ゲー、うん、フリーゲージトレインの試運転を予算、予算線でやったって、あ、ありましたね。 はい、あれ、長崎太陽かと思われます。JR 北海道そうですね。スーパーハクチョに絡むところ、以外はなしですかねと。カナンクスさん、ネックス、あの成田エクスプレス減便とは思いませんでしたと。私も思ってませんでした。京都前原間の330キロ運転はいつ開始うん、いつでしょうね <laughs>。はい。えっ、ー、と、PA マネージャーさん、あ、また揺れた茨城。 多分大丈夫だと思って私配信しておりますが、何かひどいことありましたらそちら優先してください。ということと、あ、北海道は鉄道ユースと空白地。うん。あれ、成田エクスプレスガラガラあ、そうですか。エデン・キララさん。空いてますかやっぱり。あー、なるほどね。という。 状況もあれば、まあ、致し方なしということになるんでしょうかね。はい。じゃあ、あのー、追いつきましたので、再開したいと思います。ドンと。はい、JR 西でございます。失礼しました。えー、さっきの予告通り、まずは、周りの死者。 の方から見ていいいきたいと思いますまず1つ目、金沢支社。えっと、こちらはですね、まあ、あのサンダーバードとかその辺は基本的には変更、大きな変更は入らないようですが、日中521系が金沢、高岡、富山間で運行。あの今まで521系っていうのは、 鶴米原、鶴が福井、小松、金沢、いわゆる金沢、伊勢、そこに限定された運用でございましたが、今回のダイヤ改正から、521系が金沢から東に富山までの間に入ります。じゃあ、521系、増備されるのかっていうと、そうではなくて、なんか <laughs>、結構余裕があるらしいと。 投入した数に対して若干の余裕がございますということのようでございまして金沢富山間の全便を521で置き換えるわけではないとあのどの列車が置き換えられるかっていうのはあの金沢支社のプレスリリースに具体的に書いてありますので興味ある方はぜひご覧いただければと思いますまずそれが1点そしてもう1つ 金沢、小松、金沢から西、小松、福井方面の普通列車、これがほぼ30分間隔で揃えられますと。ネタとしては小さいですよ、これ。別に本数がドカッと増えるわけでもないんですけど、今まで結構バラバラだったらしい、この金沢から西,方へ西へ向かう普通列車が、基本は毎時0分と30分。 小松雪と福井雪が交互に発車するということでえと今まで今までがどうだったかということを今ちょっと時刻表を出して見てみようかなと思いますがよいしょはい えと今までがですね、そうですね、バラバラといえばバラバラですね、えー、金沢発、えー、と福井行き、えー、と例えば11時5分、福井行き、11時台29分が小松行き、その後同じパターンの繰り返し、えー、と12時台は3分30分。 13時台は3分29分14時台は5分29分15時台は0分と25分あまあ15時台になると増えるのかあと50分がありますねそういった形で結構バラバラだったものが基本的には0分と30分に揃えられると都市型ダイヤに一歩近づくということのようであります でちなみにさっきのあのー、521系の本投入本数ですけども金沢高岡間で10本それから高岡富山間で16本ということで高岡富山間の往復区間運用で521が投入されるケースも出てくるようであります次岡山支社ですがすいません特筆すべきといいますか私が あのここで取り上げようと思える項目は残念ながらございませんでした。まあ、岡山支社の話題っていうと新幹線もありますが、まあ、あと大きくは変わらないようですねあの津山線で、えー、と岡山からの一駅間だけ走ってたものが廃止になるとか 若干整理される部分はあるようですが大きくは変わらないということのようでありますもし何かあの皆様の方で興味ある内容がありましたらぜひソーシャルストリームの方に、えー、書き込んでいただければと思います次広島市社あのここが一番 なんて言うんてううでしょう私、気持ちが一番沈む部分でございます。なぜならば、広島支社、基本的な減量でございます。前向きな話題が、新幹線除けば、言っちゃ悪いですが、一つもない。と言っていいぐらいの、ちょっと、プレスリリースを読むうちに、ちょっと、 いたたまれない気持ちになってきたぐらいの内容でございますがまず一つえっと山陽本線西条岩国間とあと加線に走っていた快速が確定にされてしまいます確か朝夕かなあの快速走ってたと思うんですがこれが快速がなくなってしまいます えっとそうですね朝と通勤ライナーというので朝、あと夕方にも同じような感じですね、通勤ライナーということで快速が走っておりますが、この辺がなくなってしまいます、なくなるというよりは各駅停車にされてしまいます。 でそれに伴いまして、えー、っとその快速にまあ接続とかする形で走っていた各駅停車が重複してしまいますのでその辺の刈り込みが減便が行われますっていう話がまず1つ次広島岩国間毎時昼間毎時4本今まで岩国まで走っていたものが そのののうちの1本が途中の大野浦で折り返しに、なっちゃいますさらにクレセン一見いい話に見えますがクレ止まりあの快速が1本増えますよという話がまずプレスリリースでは書かれてるんですが実際はどういうことかというとクレ止まりの核駅停車がどうやらかあの快速に置き換えられるようであります。 えっと、今私、時刻表を生で、生付けで見ながら話をしておりますが、クレー線のページはどこだったかなと。あった。えっと、クレー線で、秋地、秋地ライナーですかね。これが、あの、現在、えっと、広、広島から広の間を走っております。昼間はですね、 広と広島間の空き地ライナーと、えー、各駅停車それから呉と広島の間の各駅停車この、えー、と日中は毎時3本のところこれが空き地ライナー呉呉じゃない広島広間の空き地ライナーが2本と、えー、やはり 広島・広間の各駅停車1本という形でなんと呉と広島の間の快速通過駅にとっては減便になってしまいます、まあ、ただその辺の保証という意味もあって若干停車駅増える空き地ライナーの停車駅増えるようでございますがそれ以外の通過駅にとっては2本だったものが1本に減便されるという まあちょっときつい改正になりそうです。で、その他、ちょっと個別の事例を挙げていくとも、キリがなく、かつ、ちょっと気持ちがめいりがちになるので、一言でまとめましたあの。ローカル区間の間引きがさらに進みますということで、一番すごい例、福沿線のディーゼル区間、あの府中と三好の間、えっ、ー、と、これがですね、 もうすでにもう一日通しても8本しか走ってない、片道8本しか走ってないんですけど、これが2本減りまして、6本になり、それにより、あ、違うわ。えっと、6本プラス平日のみの1本と休日のみの1本、だから7本か。昼間の1本が、ま、丸々減っちゃいますので、なんと、昼間7時間空くんです。 復縁線のこの府中三好館だ昼間はほぼお休みになりますまああと,えと私が拾い出せた限りでちょっと口頭で補足しますけどもあとあごめんなさいえっと縁線は8本から6本ですえっと今申し上げたあの8本が6本プラスアルファになるのは 芸備線の三好とビンゴチの間になります、えー、と備線の場合、休日のみの1本というのは、確かあの、木、う、曽、んえー、線のあれですね、あの観光列車あれに接続される便は、まあ、残るということですが、まあ、どちらも基本的には6本から7本ぐらいに減便されてしまうと。あと、小野田線。 片道昼間14本だったものが3本減って11本で枝線であるスズメだから長門と元山の間昼朝2本と、えー、朝2本夕方3本だったものが夕方の2本が減って夕方は1本だけになりますまた山陰本線、えー、増田長戸市の間計3本ほど減ります区間短縮とかいろいろあるのでまあ トータルすすると大体3本ぐらい減りますで長門市と小串の間これも3本減ります。ということでますます乗り鉄特に青春18キッパーにとっては非常に乗りづらい、あのー、広島支社エリアになってしまいます。 とということでえー、っと、じゃあソーシャル、えー、ちょっと振り返ります。うん、今のは APS しょ <laughs> 師匠さん、一番ケチくさい会社だからな、西って。まあ、それを言うと終わりですね。<laughs> はい。それを言っちゃうというところですけれども。はい。521ね。外山デビューになります。 SNSK05293、JR 西大改悪、来ましたね。うん、まあ、これ、後で結論として言おうと思ったんですけども、基本的に成功到底でございます、JR 西。もうこれはもう昔から変わりない。ただ、あの昔、国鉄時代の場合は、天王寺鉄道管理局という存在があったんですけども、それがあのメインの立場になっちゃったので、もう、広島が今一番、 辛い立場に置かれててるってところはありますで JR 東日本や東海のように新幹線あるいは都市圏での上がりを地方の環境整備に回せればいいんですけどもおそらく西の山陽新幹線と大阪都市圏関西都市圏での上がりでは他の地域の、あのー、環境改善っていうのはちょっと進めづらいまああり得に言えばお金がない。 回せない足元の、えー、関西でも大阪環状線に 40N とか言ってもうなるべくもう,もう伸ばして伸ばしてみたいな感じでという状況ですのでというのはありますけどもまあでもちょっと広島はひどいですねうん減便もそうですし新車も入ってこない あのこの後お話しますけども棋聖、えー、あ紀ノ国線とか阪和線で使われていた 40N の1 1 3系が広島支社エリアに行くとかいう、まあ、そういう始末ですからねだから広島エリアとかあの辺の方たちからすると解約どころか昔から悪いんじゃボケみたいな感じのところはあるかもしれないですはい 521K2 両で大丈夫って話もありますが 521K がラッシュとデータイムの落差が大きいので余裕のある時間帯に対して置き換えられるということうんそうですねまあ3両が2両になるっていうところであ危惧されてる方は多いということですね どうでしょうえー、おかえました。現状維持でサインなんでしょうか何とも言えませんあ崩壊。そうですねそううんリケカさん、えー、塩さんへのリプライとして現状は車両機械の過渡期なのですが今は225と287にリソースを割いているというところですねそうですね あの小野田市の長門本山の地線が3往復夕方2往復へバサッと切られるってところがなんともちょっとびっくりしましたさん <laughs> 下関岡山7時間コース確定かよっていうあ広島地区の快速廃止っていうところですねねあのー、まあなるべく中立な っていうところで今回のリリースとかの過去の傾向とか見てますと、うん、やっぱ広島しんどいんだろうなっていうのはすごくわかりますとしか言いようがないまあえっ、ー、と確か昨日あのー、この配信の予告したツイートに対するリプライで でも広島も政令指定都市だし100万規模の経済あるんだしっていう確かそういうツイートをリプライで頂い,いたんですけどもでもねっていうやっぱなんだかんだ言っても地方都市っていうのは車との対決であったりそもそもその人の移動っていうのが鉄道だけじゃなくても大丈夫よっていう。 だったりもしますんでねはいいろいつらいところであります <laughs> もうやる気がないな全部廃止したらどうよっていう、まあ、そこは多分行政に対して金出せっていう話になると思いますねああ SNSK0529 さん東萩で3時間待ちとかある <laughs> ねえ <laughs> 何でもかんでも黄色く塗ってしまうからじゃって末期色ですよねそれはそれはどうでしょうかあのそういう状況があるから末期色にせざるを得ないということもあるのかもしれませんしんえっと DK カーチさんと師匠さんのやりとりが続いておりますえ廃止ののための交渉が あのさっきの椅子をやめちゃえばっていうのに対して廃止のための交渉が大変なのと通勤時間帯と関西時間帯の利用の差が大きいと簡単に廃止は無理じゃないかとでそれに対して、えー、確かにそうなんだけどどんどんマイナススパイラルが続いているうんそれはあると思いますねそのマイナススパイラルを止めるそれはダイヤ的にもそうですし車両的にもそれを止める それだけの余力が関西圏あるいは山陽新幹線いわゆる設けられるところも,もうカツカツでやっているっていうところもあったりするのでちょっと JR 西だからミニ国鉄っていうところではまさにもうそれ以上言いようがない状況ではありますねあ,あ行政に触れるそれももうないでしょうということになるともうクチルに任せるのかどうなのかっていう <laughs> 広島の人が大阪に敵意が出たりしてってう,う、ん。鉄道好きの方はもしかしたらそうかもしれません。なんか、余力回せなくて申し訳ないという、なんか気持ちもまあ湧いてくるぐらいのちょっとプレスリリースでございました。えっと、サイクンさんありがとうございます。えトスバスレ、バスレシーブパスレシーブからこんばんはということで、移動中ですよね。 ありがとうございます。あの、九州絡みのダイヤ改正話、よろしくお願いいたします。<laughs> あの、さっき、あの、テロップ、えー、字幕じゃねえや、スライドの中で振っちゃいました。<laughs> ぜひぜひ、あの、細かい、地元密着の分析、よろしくお願いいたします。さあ、じゃあちょっと気分を変えてといいますか、広島話はこれぐらいにしまして、 話進めましょう、えー、優等列車どうでしょうかというところですまず山陽新幹線えっ、ー、と世間では桜瑞穂大増発大はつかないかというところで語られる話ではありますが実際のところは光レールスターほぼ絶滅これもまあ前々から予想はされていた規定路線 ですね、その通りになりました、まあ、ただ全敗かというと午前の上り新大阪方向の1本だけが多分これは700系の光レールスターの編成で運用するからという理由でしょうかね、あのー、分かんないですけども1本だけが残りますでそれ以外はさくらみずほの 増発に回されます、まあこれはこれらは多分 <laughs> まあこれら相当分は全ていわゆる S 編成 N700 の7000番台 JR 西持ちの編成で賄われることになると思われますで内訳はさくら7を含プラスずほが1を含プラスただし じゃあ光レ,ールスター光レールスターがほぼ桜瑞穂に置き換わったということはどうなるのっていうとじゃあ予想されるのはえっと今まで光レールスターで走ってた部分が基本的には桜に置き換えになるのかというと13時代から15時代で純元 になっちゃう時間帯がございます,、えーとですね、これはあのー、岡山支社のプレスリリース見てで、えー、その中に岡山駅の発車時刻表というのが載っておりますでこれはちゃんと現行のダイヤと改正後のダイヤっていうことで両方比較ができるように なっておりまして。結果としては1。一本一本ないしは。岡山駅の博多。方向はマイナス一。岡山から新大阪方向マイナス二ということで。微妙に減便になっております。で。えー、っと、この。時刻表を見てますと。昼間の時間帯は桜みずほ。桜瑞穂。 従来通りの1本しかありません。えっ、ー、と、これ岡山駅の時刻表で見るとですね、朝夕は1時間に2本になるんですけど、昼間の時間帯は1時間に1本。で、この時間帯は光レールスターがただ減るだけの時間帯というのが発生します。なので、 総曝としては変わらないとただ名前を変えて光レールスターだったものが桜ないしはみずほに変わるでも昼間の分については純粋に減らすという形にまあその両方が入ってくるというところでありますあともう一つ 岡山異性では、光は朝夕だけになっちゃうようです。えっと、岡山から東新大阪東京方面は毎時一本。あのー。光は出てるんですけども。岡山から西となりますと、昼間は。えっと、望みが三本。うち一本広島、二本博多。一本が。 えー、これ桜で1本がこだまということで光が光の設定がありませんで岡山駅の時刻表記を見てる分には朝の9時台から、えー、朝の9時台までは光がありますけども10時台から18時台は全くなくなります で19時台1本20時台もなし21時台に1本という結構お寒いといえばお寒い状況でございます、まあとは百景がいなくなるのでだ玉は最低8両もしくは16両という今まで、あのー、改造に改造を重ねて 4両編成まで切り詰めたあの努力は何だったのかという話もありますがそんな形になりますと在来線の優等列車でございます在来線特急ではございませんあのわざわざ優等列車と書いてある理由はもうひとえにこれです 日本海だけじゃなく北国もなくなるのねまあまあ流れとしてはそうなんでしょうけどでも一蓮托生ですかっていうのが正直な感想でしたあの北国の車両、まあ、古いとはいえ何らか手を入れながら使ってきてえー、いつ廃止のスパイラルになって廃車のスパイラルにいつ入るのかなと <laughs> ちょっと思ってたんですがで、えー、日本海と北国これに関しては定期運用は廃止になりますがえっと多脚林、えー、臨時列車としては残されるようであります明るい話題明るいかどうかわかんない え黒潮に287系が入ります。豆乳の287系と入りになってますが、287系豆乳でございます。えー、これ5字です。えー、3月の当初は4往復で、七月までに、7月には7往復に増強されますという <laughs> ことなんですが、裏があります。ただし、白浜までしか入りません。 こここがミソですこの先入んないんですかという疑問が湧いてまいります、まあ、ゆくゆくは入るんでしょうけどもっていうのが私の予想する答えですつまりどういうことかというと振り子を使った 381K スーパー黒潮編成と えー、283系かなあの、オーシャンアロンの編成が新宮行きに1000人になるんじゃないのかなという。だから完全に運用が分けられるんじゃないかなという予想をしております。で、えー、黒潮に関してはもう一つ小ネタがございます。ドドン。名称が黒潮に統一されます <laughs>。これね。 だったらなんで雷鳥でやってくれなかったんだっていう私は気持ちはするわけですけども黒潮に関してはスーパー黒潮とオーシャンアローは列車名としてはなくなりますあの全列車黒潮というプレーンな名前に戻ります重ねて言いますが何でこれを雷鳥でやれなかったんやという気持ちはただございます そして、えー、在来線優等列車のネタとしては、もう一つこんなネタが隠れておりました。どどん。浜風高速化。あれ浜風って去年新車入れたでしょ一八えー、キハ189。それで終わりじゃないんですかっていうと、終わりじゃないんです。 あの万端線と山陰本線の地上設備の改良一部完了あのこれねこれねってこれですねあのー、本社が出してるプレスリリースと福知山社が出してるプレスリリースで若干ニュアンスが違うんです確か本社のリリースがえー、っと 改良工事全部終わったみたいな形で書いてるんですが福知山支社のリリースには山陰線万端線の地上設備改良工事の一部が完了するって書いてありますだからこのどっちが本当なのよっていう話はあるんですがまああの地上設備改良が進んだことによりこれだけの高速化ができます最低3分 最高15分えっ、ー、と臨時のカニカニ浜風に至っては22分速達化される場合があります平均6分って書いてますえー、リリースには出てましたけども、まあ、だいたいこれぐらいの短縮はできますよということでございます はい、えー、またソーシャルの方を振り返、さらっと振り返っておきましょう。えー、っと、サイクンさん。あ、分析はあ、分析はもうペースはお任せいたします。ぜひ九州に関してはやっぱりサイクンさん、あるいはプラレルさんの見識、分析といいますか、えー、その辺をお待ちしております。ペースはお任せいたします。よろしくお願いします。 はい、そうですね。ノーストリーム。はい。<laughs> 光レールスター、この間の岡山行ったときっててよかったです。みのりさん。ですね。それから、えー、塩さん、あ、塩さん来た、来る目ですよね。大阪直通桜本数増えます。そうですね。これを活用する政策が、そうですね。求められますよね。そのあたりはサイバートレインストリーム等々で。あ私も多分、 見まますすのでで、えー、お話ができればと思いますあエーデン・キララさん、えー、九州新幹線でもエクスプレス予約使えないのは痛いと。DK 河内さん、えー、地元企業などの広電などには甘く、よそもの JR 西には厳しいのが地元メディア広島の話ですかね <laughs>。その辺になりますすみません。私、あの入り込む余地がありません。 ね、はいまあ死者の幹部といっても本社のデッチですからといううんはいえー、黒帯さん風前の灯火光でールスターでも憧れて乗った割には感動が薄かった <laughs> なるほど、まあ、光の名前はそうですまあ遠よりも西日本の方で投打が早いということで事実上一線を退き補完的列車の名称になる、うん、になっちゃいますね <laughs> 小玉8両って供給過剰のような私もそんな気がします。はい。北国日本海がなくなって、はい。あ、塩さん。あ、そうですか。北国は名残乗車の予約。あ、ぜひぜひ。はい。行ってきてみてください。まあ、能とも同じような扱いになりましたね。同時廃止で、えー、臨時格下げと。そうですね。うん。 えー、常磐特快さん、臨時列車運用が残るということは、あまり大きなイベントは行われないのですかね、うん。ですね。まあ、定期運用を減らすというところで、多分お客さんも少ないので、走らせても正直厳しいっていうことと、もしかしたらじ、どうなんでしょう。お休みの時間が増えると寿命は伸びるもんなんでしょうか。逆に縮んじゃいそうな気がするんですが、いかがでしょう。 うん、そうですね、ザカさん。あの、北国は、金沢、富山からの東京方面の始発の役目もあり、それなりに利用客はいたんですが、と。うん。それを含みに入れても、やっぱ厳しかったということですかね。そうです。ゆーぽッぽさん、北国廃止です。えっ、ー、と、新宮までリレー列車というよりは、あの、黒潮も基本的には、はあの、 白浜止まりと新宮まで行っちゃうやつと大体、まあ、2つ2パターンありますのでその白浜止まりいわゆる線路が比較的整っている伏線で木田鍋までは伏線ですので線路が整っている部分に関しては287で大丈夫でしょうということだと思いますでそこから先の、えー、白浜から新宮までとなると多分線路条件が厳しいということもあって そこ287でそれなりに高速化、まあ、381からの、まあ、デ,グレをデグレードを最小限にとどめるには多分地上部分の改造とかいろいろ車両以外で手を入れなきゃいけない部分が多いのかなという気がするのでひとまずは今持っている振り子車両381と283でしのぐっていうことじゃないのかなとちょっと邪水をしております。 はいそうですね、真っ白の電車に細い青ラインは白浜までそういうことです白浜で系統分割どうでしょう、えー、ひねり20103北国の臨時化で使用車両は681683に置き換えてしまうのかどうかというと何とも言えないですが可能性大ですそもそも えー、583あれがい,いつまでもつのかという話そこにかかってまいりますですねえー、っと黒白さん夢のちょっと超特急光号は近代化産業遺産登録名前を遺産登録という形になっちゃうかもしれませんねああ283常磐東海さん283は編成数が少ないだったら黒潮統一でっていう結果なのかもしれませんうんかもしれません ユー、まあ、ポ,ポさんにとっては黒潮統一は嬉しい話題とまあまあそうです d k カズさんライチョウよりもサンダーバードが定着してしまった感がある、まあ、それはしょうがないですだからまあ同列には語れないところではありますけどもねまああのー、そういった別名称さ、あのー、バリエーションの名前別名称の方が主流になってしまったっていうところがライチョウとサンダーバードの関係 でそこまでに至らずやっぱ黒潮っていう方がやっぱ本数も多いしイメージとして強かったというのが今回の違いかなと思われます声が出ていないえ声出てないですか大丈夫ですかあ <laughs> ああ金葉さんですねえー、っと一瞬びっくりしました はい、えー、っとですね。あ北越用の485もありうるー。リツイートされてる。ニューヒーロー4336323。あリツイートですね。ですよね、えー。電車使わない方が電子機器が劣化する。やっぱ使わないとダメですよね。機械ものは。そう思いますね。 あ座席級夜行列車ツアーバスうんそう思います取られた結果でしょうね、えー、510レッドサンダーさん広島支社の先が <laughs>、えー、何でしょう、えー、5 8んは永久に不滅永遠に不滅です、うん、さあえー、っとではでは と私のホームグラウンドの話に入りますお待ちかねっていうのは私がお待ちかねだったわけで皆様にとってはどうかわかりませんが関西圏のお話ですえっ、ー、とこれはあの Mac のあのケーアラート音ですあの ATC の ATS のあの音ではございませんはい 225K 追加投入ということでその追加投入先は なんと、JR 宝塚線。ということは、宮原にあるやつが変わるんですかね。まあ、多分0番内でしょう。で、これにより、113K が放築されてしまいます。で、その後に、薄い字で221もって書いてますが、これも本社のリリースと、福知山支社のリリースの若干ニュアンスが違うところでございます。 でえっ、ー、とですね、本社のリリースでは JR 化以後の車両でというふうに書いてます。なので当然221入ってまいりますが、福知山社のリリースを見てみますと、えっ、ー、と、新型225系車両を投入しますというところに、これにより、 福知山線の快速普通はすべて207系、321系、ここはあの4扉ですね。それと、223系、225系車両での運転となります。あれ ?221 はどこ行っちゃうので下にご丁寧に比較表が書いてありまして、えっ、ー、と、現在、113系、221系で運転されている本数全部で、 えっと、6、6、24本ありますが、1 1 3系、2 2 1系が改正で223または225に変更。あれ ?221 はどうすんのさあ、この車両転廃どうなるかというところが、あの、運用マニアとしては枠手かなポイントではないかと思います。もう一つ。 阪和線線関西紀5000番台が入るはずというか5000番台でしょうやはり113が消えるんですが聞いた鍋より南ここには、えー、とワンマン対応の113確か2両2両編成ですねこれがまだ残りますでもう一部、えー、113 転属始まったり廃車が始まったりしておりますが40円の改造を受けたやつは多分すいません広島に行くことになると思いますでもう一つ、えー、これ、えー、225が入ることにより紀ノ国線和歌山ごぼう間か聞いた鍋まで全部かな運転曲線いわゆる筋が立てられるようになりますのであと最高速度上がるのかな 多分、えー、今までよりは,は早く走れるようになるということで和歌山五ぼ間館で3分の短縮運転曲線変えるランカーブ変える <laughs> ダイヤ引くときのそれだけで3分短縮ということになるようであります、まあ、あと個別の路線でちょっと目についた いくつか拾っていきたいと思いますがまず大阪環状線夢咲線またやるんですよ停車駅増やすの福島駅に快速が終日止まりますそうなると快速の通過駅ってあとどこでしたっけという 話になってきました多分野田とえあとは今宮と芦原橋3つだけ去年の改正で対象にも止まるようになりましたのでこのペースでいくと年を追うごとに停車駅増えて最終的には全部各駅停車になるんじゃないかなというなんか嫌な予感もするんですけどももう一つ 12時から15時台は JR 夢咲線、あの桜島までの直通運転をやめます。船内折り返し、西九条と桜島の間の折り返し運転だけになります。ただこの折り返し運転の、いわゆるシャトル列車と言われているものが、今までなんか6両編成で走ってたものが、 8両に統一されます <laughs> おそらくもう古い車両をあの追い出しに、まあ、かかってるんじゃないかなとで6両で残ってた分もまあ多分あの車両の組み換え編成の組み換えシャッフルして古いものから多分順次廃車していくんじゃないかなと思いますがそれ以前の問題としてあの広島の皆さんごめんなさい 関西人の勝手を言いますなんで大阪環状線に新車が入らないんでしょう何で103でいまだ頑張るんでしょうあるいは201で頑張るんでしょうかまあそれであのー、性能的に間に合うからいいじゃ,いいじゃねえかとで車体は 40N とかできれいにしてるんだしっていう話もありましょうが まあ多分その後継車種も出るでしょういずれえー、本線筋あるいはその学研都市線 JR 宝塚線 JR 東西線その辺が近代化してるのにいまだ昭和の車両で頑張る大阪環状線夢咲線ちょっとうん なんとかならんもんかなとは思ったりもいたしますでえっ、ー、と JR 奈良線意外な伏兵でございましたダイヤパターンが15分ずれますどういうことダイヤパターンが15分ずれる まあ理由としてはあのー、宮古寺快速が理由です。えっ、ー、と、傷あそこは、えっ、ー、と、関西本線、まあ、いわゆる、あのー、山都市線の鴨方面、それと、えー、岳県都市線、そちらへの両方向の接続が、えー、取れる駅なんですが、宮古寺快速で、宮古寺快速と、この鴨、鴨茂、岳県都市線両方面の接続を改善するために、 ダイヤパターンをずらすらすすしいです、えー、と京都駅の時刻表ということでプレスあのー、どこだこれはどこのリリース、えー、近畿統括本部ここのリリースに京都駅の発車時刻が出ておりますが、えー、と今まで宮古島快速っていうのは毎時19分と49分発車だったものが 15分繰り上がります4分発と4分と34分でそれに伴って全ての列車のダイヤが15分ずつ繰り上がりますちょっといちいちここでは読み上げませんけどもで今どうなってんのかなと思って JR 奈良線の時刻表は出るかな、出るかな。あの、先に言っときます。今日多分1時までコースです <laughs>、えー。え遅い時間になって申し訳ありませんが、えー、それぐらいになっちゃいます。ああでもいいや。いいやじゃないか <laughs>。あのー、 改善どれぐらい改善するのかというところがちょっと後で調べておきたいと思います。で、接続改善というところでもっと大きなネタが実はございまして、関西線と草津線、あのこの関西線というのは、えー、っと、非電化区間あの、鴨と亀山の間、そのことを察しております。で、草津線というのはその途中、告げで、 えー、つながっている路線ですけども、この関西線が見直しになります。どう見直しになるか。亀山での名古屋方面への接続を改善いたしますということで、今、あのー、全くと言っていいぐらい接続取ってません。この <laughs> 両者。 ババラバラでございます、まあ、下手あの軽く30分は待つイメージそれを改善するということでおそらくは時間をあのー、10分20分がガサッとずらすでえっ、ー、と亀山から名古屋に向かう JR 東海のこれ快速になると思いますがこれに接続させる で山あのー、鴨川、鴨の方は、ずらしたところで1時間に多分3本から4本、確かあるはずですので、そんなに支障はないと思われますが、この亀山の方は、名古屋行き、確か1時間に1本しかないはずです。なので、ここをずらしてしまうと、軽く30分、40分待ち、下手すると50分待ちということになっちゃうんで、 こちらを合わせましょうとで。それにより昼間の時刻が大幅に変わります。でそのあおりを食らうのが草津線でございまして、告げでの関西線との接続を維持するためにダイヤパターンを逆転します。逆転ってどういうことって言いますと、まあ、かんあのー、単純化した言い方で、 済ませるならば今までと行き先が逆になります。え渋、ー、川行きだったものが告げ行きになり告げ行きだったものが渋川止まりになる。このい田舎って言うとあれですけども1時間に10本とか、えー、それぐらい頻発してる路線でのこういったシャッフルはそんなに痛くはないんですけど1時間に2本しかないところでの30分。 ガサッと変わるってに、うのはこれかなり大きいです特に、えー、木深から告げの間1時間に1本になる、その1時間に1本のところ30分ずれるとっていうのは、これは利用者にとってはかなり心理的には大きい改正になると思われます。というところで、まあ、あとはいろいろと、 学研都市線の最終電車を繰り上げ、始発を繰り上げ、あ、最終電車を繰り下げ、始発を繰り上げとか、あるんですけども、あと、北陸線の方ですね、あの、若干接続が変わるとか、あとはですね、えー、まあ、いろいろ細かいところあるんですが、 最後に1ネタ琵琶湖線直通の遥かこれはあのもろ私の地元ネタでございますのでちょっと細かく <laughs> ほじりたいと思いますなんと山科通過になりますただし1本だけ朝の1本遥か3号これ草津始発なんですけどもこれだけは停車しますで残りの上下 2本ずつこれは山科通過になりますもう一つう上り夜2本あるんですがいずれも米原行きこれがスピードアップしますおそらくは山科通過による副産物と思われます具体的にどうなるか 比較をししてみまはるか38号京都から米原までのいくつかの駅近江八幡が入ってるのは別にガ画ン陰鉄ではございませんあのプレスリリースにちゃんとこれあの近江八幡の時刻載っておりますのでそれをそのまま、えー、フォーマットごと拝借をしておりますさて現行ダイヤ 20時33分、20時33分、京都発、以下ご覧の通りと、米原到着が21時29分でございます。で、これがダイヤ改正により、どうなるかといいますと、こうなります。えー、ちょっと差分を取ってみましょう。 京都・草津間でなんと4分短縮草津近江八幡間は変わりません近江八幡米原間で1分減とえーとまず <laughs> 京都・草津間で4分減るっていうところは多分多分ですけど一つは山科通過するっていうことであのー いわゆる点線がなくなります。外側線ずっと走るんですけども、山科駅の外側,外側線のホームに入ろうと思ったら、いわゆる個性線じゃねえー、側線に入るっていうポイント分岐する必要があります。で、えー、と、出発発車した後もやっぱり同じように点線が必須になりますので、まあ、そこでの タイムロスっていうのが発生しますしまあ、あとは単純に通過するっていうだけでも数十秒から1分の短縮にはなるはずですで、えー、近江八幡と米原の間で1分縮む理由これちょっと後で説明しますただここで、えー、地元民ならば疑問に思うこと 京都を3分先発する新快速はどうなんのえっ、ー、と現行のはるかですけどもえっ、ー、と20時33分新快速の3分後に京都を出て結局米原に着くのも新快速の後なんですつまりはるかは新快速を追い抜かないんです 常に新快速のお尻をついて走るとで、えー、そのおのずからこのはるか38号といいますかこのはるか38号ともう一つ、えー、この1時間後に走るはるかがもう一本ありますがこの到達時間は新快速と同じです停車駅 えっと新快速と比べるとはるかは南草津を通過しますそれから能登川も通過しますなのでその分軽く見ても2分は短縮してもいいんですが新快速のお尻れを走るということで結局は新快速と到達時間は同じになってしまうとこの改正後 のところを見ていただくとじゃあ京都草津間で4分縮めてどうなんの並べてみましょうででんなんと草津ですでに、えー、新海速を数字上は抜く形になりますでさらに その先近江八幡なんとトータイム <laughs> 単純に並べるとで米原着が1分遥か38号が速くなるのは能登川通過する分がうんまあ差し引きということになりますいずれにしても草津から来た伏線区間になりますのでこのダイヤはありえませんじゃあどうするか これはあくまで私の邪水ですけども新快速の草津発を遅らして若干余裕十分を足してこうじゃないかなとえっと草津着しか書いてないので発射時刻というところで口頭で補足しますとはるか38号が発射した2分後ないしは3分後に新快速が草津を出る。 そうすると、近江八幡着と前原着は、まあ大体これぐらいずれるんじゃないかなと。あくまでじゃすいです、これ。これが1日2回、こういうダイヤが発生すると。なんと、新快速が特急を待つ。こういうダイヤができるんじゃないかなという。 まあそういったちょっと発見をしてしまったので、ちょっと深く掘り下げてみました。最後、JR 西日本全体の通してのえと感想ですけどもま、まず一つはさっきも言いました、東高制定。東、特に大阪、関西圏が他の都市圏、特に広島たりを 潤すほどの上がりがり得られていないな、まあ、それは相変わらずでさらにその辺のしわ寄せであり歪みでありっていうところがなんか色濃く出てしまった改正内容かなというそれがまず1点 2>, <laughs> 1> えと2つ目新幹線は大枠を組み替えるには至らないし多分この後もそういう改正はないでしょうさらに桜水砲が増えるとか いうそういう動きにはおそらくならないと思われますおそらくこれがしばらくの間はこの体制で行くのかなと私個人は予想しております3点目、えー、在来線の優等列車、まあ、思いがけないネタ黒潮名前が黒潮に統一されるとか浜風はノーマークでした私個人は、はい、そして関西圏に関しては、まあ、地味ではある まあ去年が去年ね大ネタがたくさんありましたんでそれに比べれば全然地味なんですけどもいろんなところ歯たえがあるといいますか去年手が入ってなかったところに手を回したという印象がございますということでまあ以上プレスリリースからあれこれ邪推してみましたが実際のところどうなるか さらなるるリリース記事あるいは3月の自己ここで検証してみたいと思いますはい、えー、予想より長くなっちゃいましたがこれにてダイヤ改正ネタご披露でございますご披露終了でございますえー、っとじゃあソーシャル振り返って たおきますよというえ <laughs> さんごめんなさいね、えー、ご自分のマックの音かと思ったあの私のこのマックでございますはいああそう学難の話もありますね貨物輸送が休止ということは旅客輸送もやばいんじゃないっていう話も出ておりまして私のタイムラインの中では えー、公式リツイートでかなり熱い意見があの出ておりました <laughs> えっとレールファンごめんなさいちゃんと読めないや <laughs> 583帰宅に撮ってねえだ修学旅行の夜に脱走する計画 <laughs> はいね二221の広島投入まだー まあそれどうでしょう何 <laughs> ともコメント差し控えさせていただきます <laughs> えっと221は木と天竺京都ですね天竺で個性戦を悪殺戦じゃないか隅則さんも同じご意見ぷくぷくたんさん小総理ありがとうございます、えー、ご返事遅れてすいません明日は宮崎演劇の九州大会を見に行くのでちょっとだけということで ありがとうございます <laughs> 環状線の撮影スポットに行きやすくなったら、まあ、確かにね確かにいっそ全部止めてしまえ <laughs> まあそうなると思いますいずれどっちにしろあの追い抜き追い越しないので快速運転する意味ないんですよねまあ気持ち気持ち速くなるだけ ですのでまあ全駅停車が落ち着く先かなという気もしますけどもはい,いや宮原の221は関西の117の置き換えああひなり2010さんなるほどね <laughs> 福島停車ということで結構驚かれてるトレームさんと常磐東海さんインパクトありました ま、去年、対象駅停車という、去年じゃねえや、昨、え、年、ー、かあれは去年か。もありましたんでね。d k k チさん、えー、環状線と夢咲線関連は、103廃止、えー、廃止じゃない、えー、削減の一環で、快速停車は減少する運用分に対する補償。あー、そっか、そっか、そっか。そうですね。あの、シャトル便減りますので、 その分を穴埋めする形っていう形でしょうかね。ク、えー、黒帯さん、環状線快速は通過スピードがノロノロなので確定化してもいいんじゃないかと。うん。まあ、弓崎線は朝には USJ。まあ、そうですね。大体、ね、あのー、ネズミーランドとか USJ。あの辺行かれる方は大体いい朝から行きますから、昼間、 の,時間帯からのこのこ行く人っていうのもそんなに多くないような気がするのでまあ支障はないといえばないのかもしれませんね <laughs> できる思考ですねわかります、えー、ロサンゼルスヤスさん今から途中,下途中乗車ありがとうございますあ回生ブレーキ車を増やすと変電所のインバータが追いつかないので新車が入らないあ地上側の要因ということですね うん、まあ遠方に行くお客さんは迷惑でしょうね、都会とか作ってほしい、ただ、そう、あのー、根本的な要因として、追い抜き、追い越しができる場所が限られると、西九条と新間宮ぐらいかなというところでもう、おのずと団子をつっつくダイヤにならざるを得ないというところがありますね。 <laughs> うん、そうですね、師匠さん。まあ、それを言うとね、所要数だけ大量投入する分の資金が足りない。もう、それ言っちゃうと終わりです。もう、JR 西、もうそういうもんです。言っちゃえば終わりです。えー、環状線無人運転計画、そんなのあったんですか私、全く知りませんでした。琴ノ花さん。はい、えー、っと、<laughs> そう。私もちょっとちらっと考えました。一層 JR 東から205や209をもらえばいいのにって私はそれを思います山手線で235が投入始まったらぜひ環状線にくださいって私言いたいですいいんじゃないのっていうまあただ209はどうでしょうねせめて E231 とかのあの辺だったらまあいいかなという気もしますが ああ、なるほどね。リケカさん。キズにおける宮古島快速と学研都市線の乗り換えは結構タイと、あ、逆に詰まってるってことですね。で、えー、今回の乗り換えの余裕時間を拡大するっていうこと、あ、そういう、そういう方向なんですね。なるほど。はい。えー、亀山、京都、この経路で移動する人が、いや、出ないと思いますよ。 ま,あまずいないと思います <laughs> 東は足元を見てかなりの金額を取るらしいですから結局新車買った方がまだいいという話 <laughs> いろいろありますねそういう話が裏話はい、ね、えそうですね信楽高原近江鉄道近江鉄道は多分 JR の 時刻表を見てからダイヤ引き直すと思いますそしてそしてはいえー、ああすませスーパーフライ全く私スマステ見ておりません <laughs> ありがとうございます神山駅では冬場になると待合室が満員そこのところを改善しようということですね はい、近江八幡関係ないはるか3号そうですはい山科通過になりますあ安も通過でしたっけはるかなめったに使わないというか全く使いませんので全くのノーマークなんですけども安も通過 はありません安も止まりますえっ、ー、と結局停車駅として違うのはあのー、山科が次回の改正で基本通過それから南草津は相変わらず止まりませんで能登が通過というところですねえっ、ー、ともう一つ d k k a さんあのー、なんだあこれだ えー、崖都市線は京田辺駅に電車留置線が一線追加される工事が行われている模様で、これが今春の、今春の次の改正に反映されていると。あ、なるほど。<laughs> 新快速の最後尾に乗ってると夜はライト見えるかも。のどが通過です。はい。そう、新快速もね、煽り食らっちゃう可能性がありますね。えー、草津までは、 新快速は内側線を走る。そうです、そうです。あの、これはデフォです。で、多分、南草津辺りで抜かれるか、南草津と草津の間で、はるかが先行っちゃうか、という形なんですが、草津から先が伏線になりますので、はるかを出て、はるかが出たら、多分2分ぐらいは開けないと、ダメだと思うんです。はるかが出たからもう、すぐさま続行という形には、多分できないでしょう。 ということで多分2、3分は余裕を取って発車になるんじゃないかなという感じですかねえっ、ー、と、京都米原で退避できる駅はありますかということで草津までは複々線でございましてえっ、ー、と、上りで退避できるのが安戸能登川下りで退避できるのが近江八幡だけですね そう新快速を追い越せないとは特急である意味なしというまあね <laughs> まあまあ、まあ、まあ多分同じ130キロでというかまあ,あの関西圏あのー、京都琵琶湖神戸線に関しては新快速が最高プライオリティ一番高いので特急といえども新快速邪魔しないように走るダイヤになっております でそういった前提でこの東海道山陽線この辺のダイヤ組まれていたところが今回どうなるのっていうところでちょっと注目したので取り上げてみました <laughs> はるかは特急の威厳を保つためのダイヤ組うんどうなんでしょうね だから本当に実際の時刻表を見てみないと分かりません。あのさっき私がスライドでご紹介したのはあくまでも邪水ですので。うんなるほどね。はい。そう。えっ、ー、と、黒白さん。 私が若かった頃新快速ができた頃には私鉄対抗の看板電車で在来特急も置いてきぼり状態だったような記憶ですがそうですねでえっ、ー、と今はあの特急の発車時刻をずらすとかいう形で新快速はぶち抜くとかいう形にはしないようにはなってますが少なくとも新快速のあれを邪魔しないような ダイヤの組み方にはなっていると思います。朝エイトさん、はるかはもう全席指定の快速列車にすればどうよって <laughs>。ねえ。まあ、すいてますからね、なんだかんだ言って。あの肝心の阪和線とかあっちの方でも本数減ったぐらいですから、やっぱりそういった、いくらお金出すのっていう。 この辺にはやっぱり皆さん渋谷になりますわね、どうしても。はい、そんなところかな。はい、というわけで、えー、っと、ね、JR 西に関してはいろいろと。 いろいろと皆さん思うところが多々あるようでございまして、ちょっとソーシャルの方が白熱したところがありました。私もちょっとコメントしづらい <laughs> ところがまあ,あったりもしましたが、えっとそうですね、プラレルさん、当時、国鉄時代は内側電車線は大阪支社、大鉄局で、外側列車線は東京本社。 あのー、いわゆる国鉄本社管轄でシビアな闘争があったと。で、えー、分割民営化によって、この外側線も自由に使えることになったということで、新快速が外側線シフトをしたと。で、それによって増発ですね、という増発をする余地も生まれたと。新快速 だからそこの時点で新快速と新快速が外側線に移った時点で、えー、北陸方面の特急雷町とかや特急と新快速が勝ち合わないようなダイヤ組みがされるようになったという歴史がございますはいということで金にシビアな大阪人の本質が確認できたうん関西人だからこうなのか 何とも、あのー、何とも言いようがありませんが、まあそうせざるを得ない事情もあるということで。えー、というわけで以上で、ダイヤ回線ネタ、あ、もう0時過ぎちゃった。やばいな。じゃ急ぎ、急ぎ、話題と空気変えましょう。はい、イラチでドケチ、そうです、そうです。 空気変えましょう、えー。近鉄ネタでございますといいますか、あのー、関西の鉄道全部乗り潰しちゃいましょうキャンペーンの第3夜でございます。えー、と近鉄の未浄区間を1日で潰しましょうという第2ステージに今日、それと来週の水曜日、それと次の土曜日、3回に分けてご紹介をしてまいります。 ということで、まず第1周目が、え近、ー、鉄吉野線、およびその吉野線につながる吉野連絡という特急がございます。それも、えー、含めて2つ合わせて動画にまとめておりますので、そちらをご覧いただきたいと思います。 Oui,

高山に到着します Okay, come okay. 左側です近鉄特急をご利用いただき え以上。うん、えっと、<laughs> 実は私、貴重な車両に乗ってたんですねということを今、ソーシャルストリームの流れの中で気がつきました。はい。<laughs> まあ、新しい桜ラ,ライナーとか、あと、えー、エースの狂気版も出てますし。 まあそういう新しい車両乗れなくて残念だなという気持ちもあったんですが今ソーシャルの流れを見て、えー、気持ちを取り戻したところでございますはい、えー、ではでははいえー、っとソーシャルまず振り返っておきましょうす、えー、野さん今ちょっと話題のホテルのあるところの下そうですねはいえー、っと駅中といいますか新幹線と JR の駅に挟まれたところにあるホテルですね。新しくできたホテルでございます。えー、金馬さん、ビスタ e x もクラシックで登場時塗装再現専科の、ですね。<laughs> はい、ビスタカーでございます。で、えー、2階席乗りました。はい、えー、老兵という、ま、<laughs> ね、あの言葉ちょっと適切かな、どうかなっていうあれはありましょうが。 クロ、えービーさん、ビスタ EX も、えー、リニューアルされて椅子も綺麗になりましたとで。方向膜が LED 化されたので、そうですね、幕回しがなくて寂しい。そいちょっと見づらい気がします。あとでちょっと写真がありますので、はい、ご覧いただきましょう。ク、え、ローシードさん、途中下車されたんですかね。はい、ありがとうございました。えー、つっと、えー、プラレルさん、豪華に解析はいで 金橋さんが B 更新済みの VistaEX ですねと。座席が2万2600系並みにグレードアップしています。じゃあ、B 更新って何なのっていうところで言いますと、後で補足いただいておりまして、2回目の更新工事が行われたと。で1回目は VistaEX に更新されたとき、2回目の更新ということで d k カ a さんもフォローいただいています。座席 事態があったらしいので近年着手されている B 工事を受けた車両ですねとまだまだ使うようだと <laughs> 使うと思います使う気満々のようでございます炭のりさんはまだビスタカーには乗られたことはないとえ坂、ー、さんスル、えー、ると関西 3D チケットで範囲外だが吉野まで行ってしまえと何も考えず行ったら結構な予算と時間がかかったっけ <laughs> そうですね 柏原神宮からの吉野線が長いんですよね。で、MM219973 が復帰されました、9分前。はい。閉塞区間ですね。近鉄京都線、懐かしいな、通学路線でしたのでって、私も、はい、そうでしたあの。京都と丹波橋の間は通学に使っておりました。はい。えー、吉野連絡中。で、乗り換え通路ですね。あの、柏原神宮前の乗り換え通路を歩いていきます。 師匠さんビスタカーに乗りていまだタイミング合わず乗れずじまいそうですね昔あのビスタカーっていうと結構やっぱ賢島行きとか鳥羽行きとかあっちですね経営特急とかあとあでもそうでもないか昔私があのー、吉野線橿原神宮前まれた明日から間までは乗ったんですよ 飛鳥村に親父に連れられて飛鳥村の古墳とかああいったああいった埋蔵文化財見に行った時に二機間だけ乗ってるんですけどその時に乗った特急も確か大和八ヤギまでピスタカー乗った記憶がありますあれは確か経緯特急だったような気がしますだからそれに比べたらあのー 乗れる区間っていうのも結構限定っていうのはなくなってきてると思うので乗れるチャンスは意外と増えてるのかなって気もします。ケイゴルさんありがとうございます。えー、柏原神宮前には台車履き替え施設があります。そうですね。あの後期と狂気の乗せ替えっていうところですね。<laughs> トレームさん2両。やっぱ2両に反応される方が多くてトレームさん、キシリトールさんですね。そう。プラレールさん2両特急、九州並み。 そうですねそれで十分なんですよ多分はい最新ではありませんでしたで、えー、黒帯さんは橿原神宮前橿原神宮前までは乗ったことがあるで坪坂寺でクレイジーケーンバンドのライブがあったうわそれが貴重じゃないですかなかなか <laughs> ないことだと思いますよその時はシャトルバスを使われたとでキンバスさんのこのツイートを見て 貴重な2両しかいない16,010系ここで気分上がりました私 <laughs> 桜内内のは乗れなくて残念だなとずっと思ってたんですけどそっか2両しかないでちなみにあの吉野から折り返して次の目的地へ行く途中で1万6,000系と忘れ違いましたカナムクスさんも2両の特急というところで反応いただいております えーと皮肉すぎる桜のよなそう2本立て続けに見ておまけにその次の目的地向かう途中でも見てますからね <laughs> そんな見せつけなくてもって思うんですけど、まあ、ただその1万6 0千0系というのがレアものだということは分かりました、えー、DK 赤松さんから、えー、1万6 0千0系,系、えー、1981年に1本しか作られなかったレア車両 で3万系と同年代というところでは同年代リレーだったわけですね。で、さらに乗った吉野特急は1編成だけのレアものだったというところですね。これはいい情報、いい思い出に <laughs> できそうな気がします。はい、吉野特急止まりすぎですね。えー、師匠さん、正月の吉野口でと近鉄に乗るって泣き叫んでいた子供がいた。 うん、まあね、いつ頃の話でしょうか、まあ、今でも多分そう、子供は言いそうな気がします、はいえー。近鉄吉野口駅と名鉄豊橋駅の共通点、まさにそうですね。駅業務を基本的には JR に投げてると、まあ、ただ、吉野口駅にはあの近鉄の係員の方は常駐してらっしゃいます。 無駄に到着します。はい。えー、そう、今日基エースね、入りました。これも見ました。乗ってません。ああ、吉野神宮には一度参拝したい。なるほど、なるほど。これはもうぜひ行くしかないじゃないですか。ね。その代わり、AK ゴ郎さん、初詣とか花見のシーズンはフル回転になります。 えー、金橋さん、実は駅長配置駅だったのは吉野ではなく吉野神宮だったと。うん。<laughs> 花見はしておりません、残念でした。桜ライナー更新されるんですね。1万6000熟桂は当時、えー、新車当時、おしにも使われ、なんと昭和天皇ご乗車されております。また気分上がりましたね。えー なんと私は昭和天皇も、ね、えご乗車された16,010系に乗ったことがあるもういいですかこれぐらいで <laughs> はいえー、っと m m 2 9 1 9 9 7さん普段普通のみのいわゆる通過のないことでにしか乗らない僕にとっては通過は新鮮うんなるほど えー、プラレールさん、このいわゆる近鉄特急の中では近鉄特急らしい特急車両だけプラレール化されていない。うん、複雑なところですね。ビスタ x ですね。ありがとうございます。EX じゃない、ビスタ x いかに関西離れてて、ねえ、えー、その辺の情報に疎いかっていうことが、ね、分かってしまいます。なかなかブランクは埋めきれないところがございます。ね 近鉄電車長持ちさせますねと関西の鉄道はまあやっぱもろみんなそうですねはいえっ、ー、と常磐東海さんありがとうございました失礼いたしますということでありがとうございます <laughs> えっと角典さんも通学で向かい島まで使われていたってことですねエデンキララさん京都市の三崎の家ああうがた で、近鉄特急の,のは恒例行事で、ビスタにもその時乗りましたと。で、えー、金松さん、485系世代の12,200がいまだ最大勢力と、うん。そうね、近鉄頑張って大事に使えますもんね。で、その辺のところ d k カーチさんが補足をいただいております。近鉄は20年目が経過した車両が1回目の更新である A 更新を受けます。 で、30年目が経過すると2回目の B 更新を受けて、40年目が廃車のめどであると。使うんですね。えー、プラレルさん、まあ、大阪の文化の中で有料特急をこれだけ定着させている努力は見事だと思いますと。ああ、吉野特急は2両から8両までと。そうですね、そのさっきの慶ゴロさんのお話ありましたよね。 えー、初詣シーズンとか花見のシーズンになるともやっぱ8両とかフル編成でいくとはい師匠、えー、さんあの経緯特急以外あのいろんなところでビスタである可能性あると思いますのでぜひ情報を漁ってみてくださいあさサイクンさん眠くなってきましたので SS のみで出しますってことでありがとうございます あ大阪線の2400、2700、奈良線の8600、うん、長持ちの車両が多いです。うん、なんと、橿原ボットさんに反応されてしまいました <laughs>、えー。修学旅行の時に泊まったホテルの窓から見えた橿原神宮前駅と。ああ、京成線お住まいの。 あの方の息子さんを思い出したら近鉄に乗るってダダこねる子。その近鉄という文字を芝山に書いていただければよろしいかと思いますはいあゴスマニさん間に合ったということでありがとうございますまだやっておりますもう少しやりますああなるほどねゆぽぽさんからの塩さん宛てへの情報でございます東のビスタ西のロマンスカー えー、八木駅で京都行き上本町行きに切り離しを行いますとはいじゃあ、えー、ともう少しちょっと写真細かめにいきたいと思いますはい、えー、これがですねあの今回の乗りつぶし近鉄乗りつぶしに使った切符でございますえっ、ー、と近鉄週末フリーパスという 土日を含む連続3日間近鉄前線乗り降り自由だから金土日もしくは土日月という乗り方になりますがこの切符ちょっと使いづらいところがある何かというと切符買う時にあらかじめ使用開始日を決めなければなりませんだから青春18とかその他各社が出しているようなフリー切符と ちょっと違うところとしては、あらかじめ旅行日を決めなきゃいけませんというところ、ちょっとそこが融通が効かないところかなと、個人的には思いますが、お値段、ユーストの画面に見えるかな、書いてますけども、4000円、大人4000円、子供2000円。で 特急に乗るときは特急券だけ買えば OK です。という、いかにも乗り鉄、乗り倒しする方にとっては、ちょっと予定を先に、いわゆる使う日を先に決めなきゃいけないというところを除いては、非常に使い勝手のいい切符でありましてで、画面の中書いてます、ケーブルを含む、つまりケーブル線も乗れるんです。で あとは、葛城産ロープウェイは半額で乗れますというおまけがついております。非常にお買い得度は高いという切符でございます。これを3日間使えるにもかかわらず、1日しか使っていないという <laughs> 贅沢な使い方を、えー、してみました。で、これ、えー、京都駅の発車案内。 もはやパタパタではございませんフルカラーの LED が <laughs> 装着されておりますこの特急は全て座席指定ですといかにもこれはパソコンで打ち出してプリントアウトしましたという感じの <laughs> この表示がちょっと興ざめではありますがでその橿原神宮前行き VistaX でございます すでに2回目の改造を受けている車両ですね。3万系ビスタカー。こうやって正面からね、撮ると比較的橿原神宮前、吉野連絡という。まあ、割ときれいに見えるんですけども、ちょっと引きの絵で撮ると、もう途端に。 その表示部分がにじんでしまうというところがちょっと辛いところですねで側面の行き先表示も更新されております橿原神宮前行き後ろにちょっと小さめの文字で「吉野連絡」と爪詰め,詰めで書いてあるとで、えー、この 島スペイン村のキャラクターですね、このサンチョとドンキーという、これが側面に書いてあるというところで、えこれ実は車内にも似たような思考が凝らしてあります。そして、2階建て車両への入り口。 で、これ、ビスタカーだ。このビスタカーのロゴも昔はなかった、昔からあったのかなこれももしかしたら更新、更新によってつ、えー、いたものなんでしょうかね。で、こちら、えー、これが、さっきは前から見ました、こちら、後ろから見た戦闘車両でございます。ここにも島スペイン村のキャラクターが、えー、 ついておりますで車内ですがこれが1階席確か1号えー、っと橿原神宮前方向の先頭車だと思いますが1号車と4号車がこういう平屋の車両確かシートの色も違うと思いますで2階席 2号車、3号車がこれ2階建ての車両になっております。ね、こ,ういう感じこういう感じで、島・スペイン村のキャラクターがいらっしゃいます。で、2階先。だから内装は基本的にこの島・スペイン村伊勢島ライナー。えー何何 伊勢志摩ライナーじゃねえやあれに伊勢志摩ライナーでいいのか、うん、あれをイメージした、えー、内装でありあとシートの柄になっているという感じですねだから私が乗った時のビスタカーもう何年前だ30年は軽く前ですね30何年前に乗った たビスタカーはもっと窓が小さかったような気がしますし当然、シートもこんな柄ではありませんでした。で、これがあの1階席。1階席はもう完全にコンパートメントといいますかこういう団体向けの席という形で売られているようです。 で、これが私が座った席の切符。ちょっと郵送の画面では小さくて見づらいかもしれませんけども、切符1枚です。あの、京都から吉野まで。えー、っと、えー、っと、京都から柏原神宮前までは、7時40、えー、京都7時40分発の柏原神宮前行き2号車9番、2階席。で、乗り換え柏原神宮前。 8時46分吉野行きという形で特急券はこれ1枚で収まります。で大和西大寺あの近鉄奈良線に、えー、阪,急阪神の車両が入るようになって久しいですけれども改めてこうやって大和西大寺で阪神の車両 ですよね、これ阪神ですよね近鉄じゃない近鉄かこれ阪神ですよねこれ違うかこういったあと行き先が三宮って書いてある奈良県において三宮という行き先を見るというのはまあ,事実,あの事実としてはもう3年前でしたっけね 3年前、2年前 <laughs> にからもうあの三宮行きとか三宮行,行きを近鉄奈良線で見ることとか逆に阪神で奈良行き、大和西大寺行きって見るのは、まあ、もうそんな珍しいことでも何でもない阪神ですよね。ですよね。はい。 もう地元の方にとっておなじみでしょうけども改めて近鉄の車内大和西大寺寺の駅でえこういう阪神の車両を見るというのはなかなか新鮮でございますで途中動画ではあ,のあえて分岐線俵元での俵元線への,あの渡り線それから ヤマトヤギ手前のあのー、短絡線ですねヤマトヤギへのこの2つを画面に入れてみましたで橿原神宮前到着とでそこから、えー、城内をとことこ歩いてこちら えっと、左、柏原神宮西口。やたらなんか、このあたりって、なんたら西口っていう駅が、もう一つありますよね。山、八木西口っていう駅がありますね。なんか似たような駅名が多くて、ちょっと孫ついてしまいそうですが、この柏原神宮西行きって、この画面で左方向行きますと、大阪、安倍野橋方面、南大阪線になります。で、これ矢印右側、岡寺。 で、この右側方向が吉野線になります。で、これ、8時46分発特急吉野行き。案内放送で、前から1号,1号車、2号車、つまり2両編成だっていうところで、あ、これは桜ナイナーじゃないな、新しい車両じゃないなと直感したんですが、まあその通りだったと。しかも お迎えしたのが桜ラ,ライナーだったというちょっと皮肉でございました。で、車内こんな感じですね。<laughs> まあ、これはまだ昔の近鉄特急風情といいますか、それをなんか思い起こさせる、さっきの3万系 VistaX とはえらい違い。そこまではあのー、内装には 手は入ってないでも照明ぐらいは変えてるか壁紙とかだから雰囲気としてはあのー、自分が知ってる近鉄特急に近いものがありますでこれがレア車両1610系さっきソーシャルストリームの流れの中で随分、えー、情報いただきました なんとこの2両編成、1編成しかないというレア車両しかも昭和天皇もご乗車になったという経歴の持ち主この車両もうすでに折り返しの準備をしているところを撮影しましたので行き先表示幕がドドン大阪・阿部野橋行きでこちらが京都連絡 これ私初めて見ました。あ、そっか、そうだよなと。あの京都から行く列車は、経、え、過、ー、市特急は、えー、吉野連絡。で、吉野から阿倍野橋へ行く吉野特急は、京都連絡。ああ、なるほどね、というところで、改めて、えー、関西人歴何年やってんだという話ありますが。 でこれが吉野駅ですね、まあ。花見のシーズンには、花見、それから、えー、お正月、初詣シーズンにはなんか人が、ここいっぱいになるのかな。で、まあまあ、ここは参道と言いますか、かこのあと吉野さんへはロープウェイで行くことになりますので、その通り道なんですが、まだ時間帯朝9時,9時台ですので、まあ、こんな程度です。 しかも平日でしたので。で、え駅全体、まあ、こうやってドームで覆われているということでえ、平日の昼間は特急1本と急行が2本という形になるようです。ってなわけで。 えーっとはい、すみのりさんそうですよ、こういう切符があります。です、ね、クロビさん、額面上は高いと思いますが、コストパフォーマンスは抜群。確かにそうです。あの、結局私、えー、3日間使えるのに1日しか使ってませんけども、それでも十分元取れました。えー、っと、今日、それから次回、そのまた次3回に分けて、 まあ、ほぼ、あのー、生駒山を、まあ、真ん中に置いてその周りをぐるっと回る経路を取ったと考えていただければいいかと思いますがそれにしたって4000円で十分元取れますさらに特急料金乗せても十分元が取れますはい、えー、カランクスさん4000円でございますよろしければぜひ、えー、乗り鉄用切符としてお使いいただければと思います えっと、金馬さん、今年の、えー、ブラシ供給問題ありましたね。省エネを考えると、VVVA 付を推進すべきなのですが、近鉄は今年、新車ゼロと。確かに、そういう話は聞かないですね。はい。えー、安倍の、えー、慶五郎さん、南大阪線の安倍延橋駅は近鉄百貨店の,の建て替えに伴ってきれいになりましたと。あ、まだ行ってないや。関西戻ってからまだ安倍延橋行ってない。 はい、ぜひ行きたいと思いますうんあそっか金馬さん、えー、近,鉄近鉄の運賃そのものが高い JR より高い区間も少なくないので4000円はお得な方ですねと確かにそう思います安住みのりさんパタパタが多くずっとパタパタしていたイメージのある京都駅のパタパタともうなくなっちゃいましたよね丹波橋行けば現役です えー、プラレルさん、そういえば近鉄特急に乗ってて特急券持ってるのに、自由席やろうって適当に座ってるじいさんがいたことがある <laughs> あ。結構いますね。関西人、その辺空いてれば座っていいやみたいなところもなくはないので。えー、っと、ケイゴルさん、土日は特急優先ダイヤなので、準急や確定を抜かれまくりと。で、黒帯さん、あ LED 化されたから、吉野連絡のヘッドマークがはい、なくなっております。 えっとね、確かヘッドマークとあと、運転台の下あたりにちっちゃいプレートみたいなのを差し込むような形になってたと思います。吉野連絡みたいな。そういう記憶があります。えー、っと、ビスタカーのフォント、昔はもっとカクカクしたフォントでしたが、更新時に団体車楽ですよね。と同じロゴに変更しましたと。はい、ストライプが V の形でございます。ゴスマニーさん、 あ、二階席にまだ乗ったことがない。あー、これはぜひぜひ。関西来られる機会があるのかどうかちょっとわかんないですけれども、なかなかいいです。で、あのー、このビスタカーに乗ったのが随分久しぶりでしたので、ん内装が随分変わっててびっくりしました。よぽポ,ポさん、ダルちゃんかわいいと。<laughs> ああ、そっか、あのロゴは、 A 更新でビスタカー33、えー、世からビスタ X になった時につけられたものですと。え g、ー、o さん、2階席は小田急2万系ぐらい着座点が高い。そうですね。で、キンバさん、更新前のビスタカーは1列ごと、あの座席1個ごとに窓がありました。そうです、そうです。私もそういう記憶をしております。あボックス席は2階よりも1階の方が豪華。 あ,あ、住みのりさんああ、乗ったことある。あ,あ、そうですか。二階席に来たら喫煙席で、タバコ臭かった思いがある。はい、そう、阪神の車両です。ということで、フォローありがとうございます。近鉄はこの特急指定券の発券システムがすごい。乗り換えの際はだいたい同じ石板。そうなんですよ。だからもう、吉野、えー、っと、今回切符頼むときも、吉野まで、何時何、京都発何時何分の、 何時何分で吉野までって言えば大体それで変えちゃいますからねはいえー、っと阪神一線系 <laughs> 阪神社のオレンジが巨人軍のチームから思い出す確かに似てるところがありますあそうですね列車名は確かにないですね近鉄特急えー、っと墨則さんあー この阪神新型1000系ですねこれで奈良から三宮まで乗りました途中寝ちゃったけどってことなるほど d k ケー t s さんは毎日近鉄や阪神の車両を横目に見ながら自転車通勤うらある意味羨ましい環境にいらっしゃいますねそうそうそう野原麗日さんおっしゃる通りですあの京,京都経営特急、まあ、今はないか京都名古屋行く特急はないんで 今となっては京都伊勢間を結ぶ特急が通る短絡線になっております橿原神宮前駅の駅位置は何度も変わってますということとそう阪神電車魚崎とかあと御影駅構内あの大カーブ近鉄が通るっていうのはだから私絶対無理だと思ってました あの、三影駅やあれ、近鉄の20メータープラスアルファの車両、通れるわけないでしょって <laughs> 思ってたら、あっさりと、ね、入るようになりましたんで、はい。<laughs> はい。パタパタンのない場ですね。窓ガラスは防弾ガラスのまま、うん、どうなんでしょう。どうなんでしょうか。で、えっ、ー、と、金ンさん、あえて言うなら、1610系は、 1981年生なので非リクライニングでしたが、リクライニング化されていますということですね。あ、ゆぽぽさん、なるべく形式感の不平等をなくすため、きれいになった方です。なるほど。ごすまりさん、肌ツルツルですね。秘訣、特にありません。えー、多分年齢、年なりだと思います。あとはちょっと照明をちょっと多めにつけております。えー あ吉野の19時代は確かにザカさん、た多分誰もいないと思います。えー、っと、<laughs> 塩さん、スナックカーとエース並結列車で、スナックカーに当たった時のがっかり感は格別と。なるほどね。うん、わかるような気がします。あ大阪阿部野町、以前は阿部のとひらがなでしたと。伊賀線には東急の中古が走ってます。確かにね。 はい、えー、っとあそうですね慶五郎さん近鉄は競合路線が少ないので距離や時間で小田急と比べると割高と確かにあああ m、MM、2 9 1 9 9 7 3ことで二0がたって元近鉄今も23号が現役現在86歳とあそこは近鉄でも行ってるんですねなるほど 黒帯 <laughs> さん、ビスタカーの1階席で言うと、営業列車でツイートレイン、どうでしょう、どうなんでしょう、できるんでしょうか。えーっと、ゴスマニーさん、ところでマイクあ、ああのー、前回までピンマイク使ってたんですけど、昔のマイクに戻しました。昔使ってたこのボーカルマイクに戻してやっております。で、随時、東海道新幹線の一部停電のニュース、ありがとうございます。 えー近,鉄えー、近鉄中川駅の大阪線名古屋線の特急乗り換えで座席が近いのが大したものでしたと敬五郎さんそうですよその辺のねえ乗り継いでも便利っていうところがすごいあちょっと一旦アーカイブ切りますねはい録画再開でございます <laughs> 近鉄時代の仲間の乗りが輝いていた <laughs> ね はい、えっ、ー、とみ影あ駅あそうですよね、えー、DK カツさん「み影駅は近鉄乗りに合わせてホームを削りました」とやっぱそうしないと無理ですわねあれはね女優ライトにボーカルマイクでぜひ一曲やめといた方がいいと思います <laughs> 金馬さん中川駅で乗り換えたのに遠い席になってしまった私まあまあ,あの常にうまくいくとは限らないってことですわね ということで、えー、近鉄パート1。とりあえず、あの吉野線というよりも、えー、吉野連絡の様子をご覧いただきましたが、いかがでございましたでしょうか。あのー、動画作っててで、しかも今日配信始める、でソーシャルスト,ストリームの皆様の、えー、書き込み見るまでは、なんだ、古いしちゃう。 まあ、ビスターの方は、あの久々に乗ったで、乗ったら随分変わってたということでテンション上がったんですけど、えー、っと、吉野特急の方でテンション下がったんですね、正直。ただ、実は、その乗った車両っていうのはレアものだったという、今日、超大,きな今日大きな発見をさせていただきました。ありがたいことでございます。 あーっと、金松さん、ことで二重型は、大井川鉄道に421系1万6000系が移籍するまで、唯一の近鉄払い下げだったかと、あーそ,ういうそうですよね、近鉄の車両が、よそへ行くってことは、まずありませんからね、うん、確かに。 えとケイゴロさん、えー、と奈良線、阪神線にはホームに乗車位置が書いてあって、近鉄は丸、阪神は三角、そう車両の長さも違いますし、ドアの枚数も確か違いますんでね。TK 河瀬さん、えーと、ケイゴロさんへのリプライ、実際は都市近郊区間と特急料金の利益を全線の5割を占めるローカル線へ内部補助していると。JR 西。 でで聞いいた話でございますはい、ということでえ、時間的にはそろそろ1時、アーカイブは3時間超えてしまいましたので、微妙にお尻がちょっと出てしまうという、ちょっと、ダイヤ回線ネタもうちょっと短めで、あ、収められるかなと思ったら、たっぷり夜報声になっちゃったので、うん。えっ、ー、と、久々の、 1>, 1時までコースになってしまいましたが、えー、最後までお付き合い <laughs>、お付き合いくださいましてありがとうございます。で、次回でございますが、ちょっとさっきの、あれ出せないかな、まあいいや、ちょっと口頭で、えー、っと、次回は来週土曜日ではなく、1回つい間に入ります。次回は来週水曜日の 23時、午後17時からちょっと短めバージョン。できたら1時には終わりたい。というより、それを目標に、ちょっとショートバージョンでやります。でそこで、えっ、ー、と、今日本来やるはずだった近鉄、えっ、ー、と、長野線、道明寺線の組と、あとは、えぇ、ー、市議線、日市議ケーブルの組。 だから路線数で言うと、1、2、3、4路線になるんですが、動画は2本。という形で、なんとか2時間で収めるつもりでやります。来週の水曜日夜11時、23時から。で、その次はえ土曜日というよりもクリスマスイブ。皆様、クリスマス業務お忙しいと思いますが、 近鉄完全制覇の、えー、っと最後、来週の土曜日は、えー、どこだ、えー、っと近鉄の京阪那線と生駒ケーブル、あとちょっとしたおまけをつけて、来週,で来週2回で近鉄編を完結させる予定で、えー、いきますので、 ご都合をつけてと言いたいところですがやっぱ年末お忙しい時期ですのでご都合のつく方はぜひでつけられない方はぜひアーカイブでご覧いただければと思いますはいそうですね慶五郎さん東名寺線長野線は南大阪線の最初の路線そして近鉄のまあ発祥の路線と言ってもいいんじゃないかなと思います ま、その辺、ま、ちょっと地味ではありますがちょっと深い路線を取り上げたいと思います、ね、嘘でもクリスマスは忙しいと言ってみるとこの後の顔が <laughs> ね、はいはい、同じでございます住野さん来週水曜は三宮からの帰宅時、はい、後半のみ滋賀県に入って電車内からということで、はい、えお待ちしております ではすいません、えっ、ー、と長くなりましたが、これにて今日終わりにいたします。エンディングはいつものあの曲でお別れしたいと思います。来週2回、鉄道談話クラブやりますので、ぜひお越しくださいませ。近鉄を引き続き取り上げます。では、また。